はい、こんにちは、今日はですね、辻田正則さん、西田亮介さんを、お招きし、プロパガン新プロパガンダ論から考える、自治分析ということで、メディアはどうしたら自由になれるのかというタイトルで、放送したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、早速なんですが、ところで、今ちょっとモニターの方で、が動いてなくて、実際に放送がされてるのかどうかわからないんですが、放送されてますかね。あ、コメント出て、こっちのコメント動いてるんですか。コメントは動いてるんですが、放送で画面がちょっとパチパチパチになってるので、今動いていないようですね。お疲れさん、東さんお疲れ様です。放送はされてるんね、はい、よかったよかった。あ、よかった、動き始めましたね。なんか雰囲気だけでも、ね、伝わると全然違いますからね、うん。で、今日はですね、まず最初、新プロパガンダ論という本の紹介からいこうと思うんですが、この、今ここにショーガーカメラで、ちょっと切り替えてください。はい、辻田さん、西田君のお二人、辻田さん、西田君と変だな、辻田さん、西田さん、辻田さん、西田さんの二人で新プロパガンダ論という、対談本が、これ、いつでしたっけ、2月。はいはいはい、2月に出版されました。で、まあ、今好評で各書店で、販売中なんですが、この本、政治の戦場は今や嘘と宣伝の中にあるってキャッチコピーで、うん、今政治とメディアの関係とか政治とプロパガンダの関係っていうのは非常に重要になってきてると思うんですけれども、そういう観点から安倍長期政権を分析した本です。で、安倍政権はもう終わったわけですが、今たまたまこう、例えば今日これが今日話題になると思いますが、総務省の接待問題だとか、五輪の開会式問題だとか、やっぱりまた政治とメディア、政治とプロパガンダの問題が、結構またクローズアップされてきていると思います。今日は、そんな話をこの著者お二人ならではの視点で見ていきたいなと思うんですが、まずこの本の内容からちょっと見てみたいと思うんですけれども、目次こんな感じになってまして、2018年から2020年までの、5章で5回の対談が、収録されている感じになってます。これ本出してなんか周りからの反響とか、本来なんか手応えとかどんな感じですか。まあ、どうしましょうか。あ、どうぞどうぞ。奇妙なことにというかね、ちょっとね、悲しいことに全くないですね。そう、むしろね、いきなり。そう。いきなりそういう。さすが西田さん。さすが西田君だな、本当。二つね、反省してるところがあって、はい、一つやっぱり。安倍長期政権分析っていうふうにタイトルに入っちゃってるっていうところかもしれないですね。だからもうちょっとその日本政治とか、日本社会の分析っていうようなところを出しておくと、少し射程があるものと思われたんじゃないかというのが1点。それから18、だけど実際にはそうなっていて、18年から5回の対談だから定点観測的なんですよね、で、これは僕はいい加減だけど、辻田さんは歴史が専門だから、毎回しっかりとした項目表と年表を作ってくださってきていて、でそれに対して、もっぱら僕と辻田さんでコメントを入れていくっていう体になっているわけですよね、で当時それぞれの時期におけるその雰囲気っていうのがものすごくこう分かるような形で書かれている本だと思うんですが、そういうことをちゃんと今まで強調できずに来たような気がしています。それらについては反省してますね。これね、後ろにね、今、写していますが、かなり、詳細な年表もついてて、これ見るだけでもかなり大体忘れてると思うんですよね。2018年からこの 2,3 年のね、いろんな事件について分かる、これだけでも結構、いい本なんだと思うんですが、辻田さんどうですか。私の方は、西田さんの反対なんで、反響はもちろんあったんですが、特に編集者の人とかだとですね、つまり安倍ぴょんとかなんとかってどうせ忘れると絶対に、でこの時代にこういうコンテンツがあったっていう証言とかって意外と貴重で、後で新聞とかさ検索したりするってすごい大変なんですね、当たり前ですけど、ずっと同時代で例えば一定の国威発揚だとかプロパガンダってテーマで項目をずっと集め続けてるっていうのは、これ自体一個の資料になるし、時間が経つとすごい貴重なものになるんじゃないかっていうような反響がありましたね。辻田さんのその指摘ってのはとても重要で、今言うまでもなくですが、
ちなみに、平成29年の総務省の情報通信白書に、スマートフォン社会の到来という謎のことが書かれているんですけど、今はもうインターネット社会ですらなくてスマートフォン中心 の, その社会になってきているみたいな時に、何が起きたのかというのはもうネットの中でさえなくて、検索することすらまあ大変難しい状況になっているので、こういう、ね、手がかりになるその資料がないと、歴史研究者はいいかもしれないけど、まあ我々みたいなちょっと雑な、ね、研究者は、ね、とてもしんどいですね。そういう意味では辻田さんの歴史研究者としての側面できっちり起きた出来事を記録して、これ もっぱら、ね、辻田さん の, 功績と言わざるを得ないんですけど、それは大変ありがたいとっかかりですね。まあ、私も、ね、歴史家といってもそのアカデミズムの在野なので、ある意味で主観的にやれるところがあってですね、私はこういう感じで見てますというなりにできたので、まあ、だから私の主観ではあるんですが、一つ時代を切る切り口にはなっていると思うんですよね。で、あと、まあ、反響として面白いのだとしては、なんか、まあ、自分の顔が、ね、本屋に置いてあるので、お前の顔見たぞと本屋で、まあ、そういう反響とかもありましたので確かに、だから本屋って結構ね、なんていうか展示をやってくれたじゃないですか、特設の会場とか作ってくださって、ああいうのを見て見つけたよっていうふうな環境もありましたね。だからあれは本当に今書店もね、いろいろ大変な中でああいうのやってくださってありがたいなと思ってますし、すね、また今後もしご覧になっている書店の方でやりたいと言われれば、こちらも選手もしますし、ね、ぜひぜひこれもよろしくお願いしたいなと思ってます、ね。だけどこの表紙もね、知的な辻田さんとね、なんか疲れたおじさんの僕とかっていう対比になってるのはちょっと悲しいんですけど。いや、そんなことないんですよ。これはこうすごいにこやかで、そうかな、でもね、辻田さんの方がなんかこう、口上位切って、なんか見通してる感じになってるよね。そうそう、見通してる。これね、我々が自分で選んだわけじゃないんですけど、これね、安倍長期政権をギラリと、ギラリと見てるみたいな。ただこれね、プロパガンダ本って今すごい両極に分かれていて、片方はもう、左系の、ね、安倍政権のプロパガンダを許さないっていうのと、ね、左のその、右のね、その韓国、中国の歴史戦とで戦うんだみたいなのと、その両極に分かれちゃってるんで、表紙ももうパターンが決まっているんですけれども、そのどっちにも属さないで、かつタイトルにプロパガンダがある本っていうのはすごい変わってる本だと思うんですよね、だからそういう変わってる本っていうのはある意味読者を今後開拓していかなきゃいけない分野ではあると思うので、まあ、そういった魅力というのを今回ご紹介したいなと思ってますね。だけど誤読をね、誘発したいですよね。だから読者になってほしい、だからやっぱりね、結構その研究者の話を聞いてても、まあ、言うたらね、昔ネトウヨだったみたいな人って結構いるんですよね、でだけどある時実証系に転向したっていう人、知り合いで僕何人かいる、なんかね、そういうきっかけとかにもなんか将来、ね、なればいいかなとは思いますけどね。だから安倍長期政権っていう名前をつけてしまったので、逆に安倍政権独自の問題だと思われてしまったっていうのは、まあ言論側の問題でもあって、まあ、安倍政権分析ってもっと人が関心を持つかと思ったんですけどね、全く忘れてますね。まだ菅政権があまりにもちょっとグダグダになってしまったので、ね、情報というか、こいつら情報発信そもそもうまくできてないじゃないかというふうに勘違いされたというのは1点あると思うんですよね、ただ安倍政権も3次の可能性は私あるのかなとも思っているところがあって、つまり選挙対策で登板というのもあると思うので、その時にまた、安倍さんのあのキャラクターというのは多分こう明るいというかね、表向き の, そのキャラクターを推していくタイプの宣伝にすごく合う人だとは思うんですよね。でも菅政権でそれがないかといえば、菅の方は逆にそのメディア対策っていうんですかね、まあ、今日話題になると思いますけど、総務省 の, この接待問題とかっていうのは、まあ、単になんか7万円食べたらどうこうっていうしょうもない話じゃなくて、結局こういう情報宣伝ってポジとネガがあると思うんですね。表向きにこうキャラクターを推していくというポジの部分と、ネガっていうのはこう何かやったら処分するぞって脅すようなネガの部分っていうんですかね。で、菅政権どっちかというとこのネガの部分をすごいこうやっている政権なんだろうと思うので、この安倍政権のポジの部分と菅政権のネガの部分、この2つ足すとおそらくプロパガンダとか検閲とか表現規制とか、そういったものを総合的に考えられるようになるのかなとは思ってますね。面白いですね。これまたね、よくこの本の中で随所に見られるユニークな点の一つかもしれませんけど、僕と辻田さんのね、ものの見方っていうのはかなり違うっていうところも結構面白い。で、僕がむしろ今菅政権見ながら思うのは、菅政権と安倍政権で大きく違うのは、政策のね、柱が決まってないっていうことなんですよね。で、菅政権の方がよく言えば柔軟で、しかし否定的に言うと何をやりたいのかっていう柱がさっぱり見えない。だから安倍政権の場合、まあ、実際には手をつけませんでしたけど、憲法改正をしたいということになってるとか、アベノミクスは分かりやすいですね。で、これはどちらも、まあ、費用方変激しい政策ですよ。憲法改正についてもですね、まあ、時期早々とか、いやいやもっとやるべきだとかですね、まあ、いろいろあるし、それからアベノミクスについても、こんなに、じゃんじゃか国債吸って大丈夫なのかとか、まあ、いろいろ言われました。で、だけれども決めたわけですね。で、決めたっていうことと、
ある種の情報戦というのはすごく相性がいいということを、この菅政権のグダグダっぷりを言い方を変えると政策としてはとても柔軟になっているはずなのに、こうなっている状況を踏まえて考えるとですね、まあ、そんなこと思いますね。だから何か決めろみたいな、だその意味では今の菅政権ってとても野党的だなと思いますね。だからこう対立してるっていうふうに言われたのも、安倍さんってある意味で分かりやすくて賛成か反対かを人に迫るような要素がある人で、だからこそ、まあ、あるいは対立するように見えてなんていうか根本的な部分で信頼関係で対談できないんですが、ただあの議論を盛り立てるためにはちょっと役割分担をしたようなところもあるので、本当にそんな対立してるわけではないとは思うんですけれども、ただ安倍さんってキャラクターはそういう議論をする上では取っかかりになりやすい人ではあったのは事実だと思いますね。でそれに関して菅さんっていうのはやっぱりなんとなくみんなダメだけどこれしかない、困ったみたいなところがあるので、ちょっとあの語りにくい人ではあるのかなと思いますね。だからやっぱり政治に求められている言説ってね、前も話したことがあると思うんですけど、幅とか選択肢ってどういうものがあるのかっていうところからじゃないかと思ってるんですよ。それはどういうことかっていうと、日本における政治にかかる言説ってのはこの間とてもまあ貧しいものになったと思ってるし、まあ、それはいろんな事情があると思ってますね。で僕の古い議論にまあ立ち返っていけば、学校現場における政治教育において現実的な政治問題とかですね、政治的知識を扱わないことと関係するんじゃないかとか、まあ、それからそうですね、冷戦構造がなくなったとか、多くの人が関心を持ちやすい状況が失われた、まあ、多々あると思うんですけど、まあ、いずれにせよそもそもある論点を目にした時にどういうその思考の在り方っていうのが幅があるのか、選択肢があるのかということすらですね、十分理解されてないと思ってるんですね。でだからその意味で言うと、この本では安倍政権にしても、まあ、それから潜在的に言えば現政権についてもですね、今見ていただいているようにですね、僕と辻田さんって必ずしも個々のものの見方ってなんていうのかイコールにならないので、そういうその選択肢のありようとかですね、あこんな見方もあるのか、で、どちらもですね、まあ、筋が通って、論を立てることができるのだなということに、ね、気づいてもらえる本になっていると思うんですよね。そうですね。そして何かこうそういう右だ左だって立場にとらわれずに会話して、何かこう社会全体とか世界全体を考えてみるっていうような一つのこうきっかけというかヒントにしてもらえればと思っていてですね、今そういうやっぱり特定の立場だからこういうっていうのがわかりすごい多いわけですね。右だからこういうとか特定の専門地からこういうっていうのが多くて、まあ、それはそれで大事なのはわかるんだけれども、そういうのを一旦ほぐして社会全体に語るっていうのはもともとこういう対談本とかの使命だったはずなんですよね。これまでの対談本いろんな座談会本出てますけれども、それはある種ざっくりとした全体像を示す、まあ、私はこういう言い方をよくするんですけれども、まあ、そういうのを示すってことが今あまりにもされてなくてですね、なんか一方的に球だけ投げ合ってこう球向こうの岸とこっちの岸から球を投げ合ってぶつけ、なんかこう争ってるだけみたいになってしまっているので、こう対立する意見でもこう時間をかけて話す中で意見がマージしてくるっていうような体験っていうのを、まあ、追体験してもらう中でですね、皆さんも同じようなことをぜひ周りの人とやってもらいたいっていうような、そうですね、そういう願いもありますね。この本安倍長期政権の分析ということで、なんかこう出した瞬間に古いように見えてしまってるんだけど、実は全くそんなことなくて、ここの本のテーマって結局政治とメディアの関係なんですが、まさにまあここら辺から今日のプレゼンへと入っていこうと思うんですけれども、まさに今政治とメディアの関係って今まさに問われているんだと思うんですね。で総務省接待問題、五輪開会式問題、その他で、まあ、今日はそこら辺でこの新プロパガンダ論の続編として、いわばその新プロパガンダ論のやり方で今の菅政権の問題を分析するとどうなるのかというような話がまあちょっとできたらなと思います。一つね、この本ですっかり忘れたと思うのは、金と利権の問題を入れなかったんですよね。金と利権っていう視点を入れてもう一個対談取っとけばよかったなと思ってるんですよね。やっぱり森友家計も別の見方があったはずだし、でおいおい議論に出てくるんじゃないかと思いますけど、総務省の問題にしても今問題されてるのは金と利権の問題ですよね。例えばあるあり方というのはどうやってオーサライズされてきたのかとか、そうですね、ある種の権威づけがなされてきたのかといった問題と無縁じゃない、でこの問題はおそらく安倍政権のみならずですね、よくよく考えてみるとリクルート事件しかりといったように、日本社会のね、さまざまなその歴史的な流れというのは密接に結びついていると思ってるんですよ。でこの本では残念ながらもう なんでだろうな、やっぱり政治とメディアの話っていうところに意識がいってたからか、この金と利権の問題というのは抜け落ちてるんですよね。確かに
まあ、だから今この今日話題にする総務省の問題と五輪開会式の問題ってまさにメディアの問題が金と利権の問題であるっていうことが現れてる話ですね。だから逆に安倍政権の方はあのでっかいなんかあの自民党本部を追う侍のポスターを作ったりあんま金と利権と関係がないなんかイメージ操作、純粋なイメージ操作のためのイメージ操作をやっていたところがあって、そこのところであのこの分析もちょっと安倍政権のプロパガンダに引きずられたところがあったのかもしれないですね。確かにそういう意味はそうかもしれないですね、うん、そうなんですよね。でなんでかっていうとこれやっぱ、まあ、当時の状況を考えると仕方ないところもあってやっぱりネットと SNS みたいなものが本格活用されるようになったのが安倍政権の重なってるがゆえに我々もそこに、ね、目がいっちゃったんですよね、うんうん、だからまあこの時代の証言としてもある意味すごい特徴的だとは思うんですよね。そうなんですよ。いや、なんでかというと理屈は簡単で、安倍さんが12年の年末に、うん、まあ、その政界に、まあ、政界にはもともといたんだけど、うん、総理の座に帰ってくるときに、うん、本当に最後のときなんだけれども突如としてインターネット選挙運動の会見をやりますっていうふうに言って、うん、安倍政権が立ち上がったときからですね、公職選挙の改正にひた走って、まあ、翌13年の7月からの参院、13年7月の参院選で、解禁されるわけですよ、うん、というようにあの日本のその政治の世界に、インターネット的なもの SNS 的なものが、まあ、やっぱり本格導入された時期だし東日本大震災の後で、その公的機関が本格的に SNS の活用を始めた時期とも完全に重なってるからやっぱり、ね、そこに目がいったんですね、うんうん、確かにその今ちょっと一回戻しますがこの昭和カメラの方にここの、昭和カメラ出るかな今まだ暗いかなもう少しああのここにある見えるかなこれ放送の人ちょっと小さすぎる ズームできるかなグググググあれズームんあれでであれズーム機能しないあれズームかあれズーム機能しないフォーカスですかね違うかあ違うか近すぎる物理的に近すぎるこれねうん、これでも放送だとちょっとぼんやりしちゃうけど、まあ、いずれにせよこれ見ると、うん、結構ここにあるキーワード、うん、I am not the、まあ、I am not the は別に違うけど国民ウサギとかですね、うん、あと、まあ、もう後ろの方になると Me too、ツイッターでもうちで踊ろう、うん、そして検察庁改正法案に抗議します、うん、もうやっぱりかなりツイッター、SNS の話題が多いんですよ ね、うん、そうですね今振り返ると、うんうんうん、だから、まあ、そういう時代だった目新しいものが乱闘された時代でしたね。安倍長期政権というのはつまり SNS の時代と同じで、うんうんうんまあ、重なっていてまさにその SNS をツイッ政府が SNS を使うようになった時代で、まあ、それは世界的にそうだったわけですよね。まさにトランプも当然そうだった、うんうんうん、そういえばトランプに関しては今日トランプはなんか新しい SNS のフォーマットを作るプラットフォームを作るっていう記事が出てましたけど、はいはい、これから 2,3 ヶ月で立ち上げるらしいですよ。全く新しい SNS になるんだって言ってるらしい。まあ、またアマゾンからバンされちゃうかもしれないですけどね。結局サーバーの問題なんですよね。パーラーとかの問題、日本でも大沢翔平さんの、ね、補修 SNS 問題とかありましたけどね、うんうん、でもこれ考えてみるとこういうワード今聞いただけでも結構懐かしいというか忘れてる人すごく多いと思うんですよね。だからあの時代こういうことあったっていう思い出すきっかけにもすごいなる本だと思うんですけどね。今見て自分でもねあったなと思って、しかも全部これ言及されてますからね。そうで、あとラベルを変えて普通に内製化されて一般化されているがゆえに、一般的なニュース媒体ではニュースバリューを失ってるから、つまり新しさを失ってるからもう報じられなくなってるっていうものもね少なくないですね。例えば公明党なんか面白くてですね、この時期に始めたボイスアクションというキャンペーンがあって、うん、インターネットとそれから、まあ、街頭でやってるんですけど、うん、その選挙の時期になるとその政策のマトリックスみたいなものを作って、うん、どれを支持しますかみたいなこうペタペタシール貼らせたりとかするんですよ、うん、であとネットでなんか投票させたりとかして、でそれを、青年委員会の仕事でやってて、でそれを最後ね総理に提出するっていうところまで、まあ、セレモニー的にやってるんですけど、うんうんうん、でそれをねずっとやってるんですよね。でもこれずっとそうやってるから内政化されてあんまり報じられなくなって、これだから選挙がだいぶ今空いてるっていう問題も大きいと思うんですよ。それ安倍政権2年に1回ぐらい選挙して、支持率下がると選挙して復活させるってことをやり続けてきたある意味政権だったと思うんですよね。で今回ずっと衆院選を解散がまあできなくなっちゃって伸び伸びになったせいで、まあ、それ選挙の時こそまさにイメージ政治プラスの面の、そのポジティブなね、方の選挙イメージっていうのをやるわけですけれども、それがだいぶ空いてしまってるってことも結構関係してる気がしますよね。あ、そうですね。でそれはもうそのなんていうのか我々だけじゃなくて、
政治の世界の人たちも含めて、うん、もうほとんど、ね、選挙の時期に関する直感が当たらなくなってますね、うん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 、従来やっぱり政治記者の人たちってのはいつ頃選挙っていうのは前もって分かってたんだけど、うん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 、安倍政権が安倍さん辞任の時も前日までも、うん、結局分からんみたいなことだったのが当時出さなんてバタバタし始めたりとかで、この間、まあ、僕もそうですけど、いやこのタイミングで解散あるでしょう、解禁じゃない解散ですね、総選挙あるでしょうみたいなことも、なんか節目のたびごとに言ってるのは結局ないわけですね、うんうんうん、で僕だけじゃなくてやっぱり政治 そのもっとインナーサークルに記者さんたちからも、うんうん、なんかね、ここで絶対あるみたいな全部肩透かしに終わってるんですよ、はいはい、まあ、僕もねコメントとかでやってきたから、うん、そうなんですけど、うん、なんかねそういう意味ではもう誰も政治の行方が分かんなくなってますね、うんうんうん、なるほど。といったところで、新しい話、新しい今の時代の話へと入れればと思います、はい、今日は辻田さんに、いくつかスライドを用意してきてもらいました、はい、まずそのスライドを見ながら、ね、これでいいですね、はい、最近の話題を追って分析していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました、了解します。まあ、今回ちょっと時間も限られていることもあってですね、3点に絞るようにしました。いつもみたいになんか何十個もね、テーマを取り上げるというよりは、ここに書いてある総務省の接待問題だと、五輪の開会式、あとプラスアルファでもう一個ですね、まあ、SNS の問題っていうのを一つ取り上げて、このメディアどうした重要になるのかというテーマに関係することを語っていきたいなと思うんですが、まあ、早速で、実は2月3日って今から振り返ってすごく重要な 日だったんですね。実は森発言2月3日なんです、うん、でさらには総務省接待問題が文春法で、ね、発覚したのも2月3日で、うん、実はこの2つっていうのは並行して起きていたということが、まあ、今回改めて時系列を整理してみて分かったんですけれども、うん、で今回だから森発言から、まあ、普段あんまりこの2つって並列されてないんですが、こうやって並べてみると結構ほぼ同時期に起きているってことですね。でまずはじゃあ東京オリンピックの方のですね、うん、まあ、泥沼かって書いてますけれど問題から取り上げたいんですが、うん、まあ、2月3日、まあ、皆さんご存知の通りですけれども、まあ、森喜朗さんのですがですね、まあ、女性が入っている会議は長いというような発言をしてですね、まあ、最終的にまあ辞任になって、まあ、後任に橋本聖子さんになったという、まあ、これ2月3日に全部起きたわけですけど、その後の流れも全部入ってますけれども、まあ、この発言がきっかけになってこのような展開になったということですね。これ皆さんご存知の通りです、うん。でまあ、東京オリンピック、まあ、この開会できるのかどうかって問題になってますけれども、この発言を一つきっかけとしてですね、聖火リレーの走者だとか、あるいはボランティアの辞退がまあ相次いで、自分も辞めますというような動きが起きたというのがあります。でさらに3月ですね、もうつい最近のこれもまだ文春法ですけれども、まあ、その五輪の開会式の統括責任者であったですね、佐々木博さんかな、言って読みするのかな、佐々木さんという方がですね、まあ、ここに書いてあるようにオリンピックだと、オリンピックとその豚のピックをかけて、まあ、女性タレントの人をこう豚にするといいんじゃないかというような、うん、まあ、内部のブレストだったということになっているみたいなんですが、その LINE のが流出してですね、まあ、大変不適切な発言だということで辞任されたというのがつい最近ありました。これは文春オンラインのというか、つまり週刊文春の記事を見ると、はい、この渡辺直美を豚に例えたというのは、まあ、いやキャッチーなための一つのダミーであって、ね、はい、本当はこの佐々木博氏が、うん、いかに開会式の演出をこうある種私物化してたかっていう話なんですよね、うんうん、はいはいはい、でもちろんだから今回 LINE が流出してるってこともあって、うん、おそらくこれ内部からの告発でしょうから、まあ、そういう意味でこれから新しいチーム作るとしても、うん、おそらく相互不信もかなり強いだろうし、うん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 、でしかもその文春の記事が正しいんだとすれば、うん、一回その美希子さんっていう、はいはい、振付師の方が作ったプランを、うん、佐々木博氏がかなりこの、うん、カット&ペーストみたいな形で組み替えちゃっていて、でさらにこの美希子さんのチームは一回解散してるっていうことなんで、これもう一回立ち上げるの非常に難しいと思うんですが、うんうん、どうなんですかね。やるのかな、うん、そもそも。まあ、東京一応この後ですね、東京オリンピック、まあ、東京オリンピック自体がもともとこの次のスライドで書いてあるんですが、まあ、利権の塊だったわけですよね。でそこで旨味を吸おうという人たちが集まってきていて、まあ、そういう不条理にもある意味耐えてたわけですよ。それお金になる、そこで仕事になるっていうことで、ところがオリンピックがこう泥船化してしまってですね、みんな逃げたがってるわけですよ。でそうするとじゃあ内部事情報を出してもうさっさとずらがろうっていうふうに人々の動機が動いてしまっていて、これは本質的にやっぱり東京オリンピック自体が変な、まあ、それこそ金とね利権の問題だったってことが、まあ、改めてこう明らかになったってことなのかなと思ってるんですよね。で、まあ、3月、20日、まあ、最近ですけれども、まあ、海外客の受け入れ断念、まあ、前から言われてましたけど、それがついに確定したっていうのが最近ありました。でこれはこれもこの招待客、招待客も無理なんですが、この観客っていう言葉に何を含むかっていうことが結構議論されてるみたいで、うんうんうん、結局そのスポンサーの枠はいい、スポンサーの枠っていうのは、まあ
これ観客なのかっていうことですよね、はいはいはい、でもそのスポンサー関連の人たちを入れるとなると、うん、これやっぱ数万人規模で来るでしょうから、あのそれもどうするのか、うん、だからこれも今後すごいこう混乱が予想されますよね、うん、これもだからまさに金の問題ですよね、スポンサーでお金出してもらってるから、うん、そこの意向に従えない、あの従わざるを得ないみたいなね、その一方で大量の払い戻しをね、そうやらなければいけないということですよね。でちょっと次の方にはいくつかの、まあ、あのこの東京五輪、うん、あの泥沼化問題の背景的なものを、まあ、箇条書き的に書いてあるんですが、まあ、一つこういう混乱した原因の一つとしては、まあ、無責任の体系という言い方をしてますけれども、結局誰がこの問題の責任者とかわからないわけですよね、うん、でまあ、首相なのか都知事なのか、まあ、スポーツだったら文科省、うん、で五輪省でさらに組織委員会というのもあって、うん、で、まあ、これまさにもう昔からよく言われてますけれども、日本が誰が責任者が分からなくてですね、でずる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 先延ばしてしまう、まあ、日本でもかつての戦争の時に終わる時にですね、誰が言い出すのか分からないと、で責任が誰が中心なのか分からないという状態で、まあ、こういろいろ犠牲が伸び、あの出してしまったんだと言われてますけれども、まあ、今回も同じようなことが起きているのかなという気が私はしますね。であとはまあさっき言った利権ですよね、五輪が利権のまあ、あの塊みたいになっていてですね、しかもあのこの今回の新プロパガンダ論に関係しますけど、実はメディアもスポンサーだっていうことがすごい重要 で、うん、つまり大手新聞でテレビ局、うん、まあ、オリンピックに乗っかって儲けを筋取ろうと実はしていたわけですよね、うん、で広告代理店もちろん入ってる、で今回佐々木さんだってあれ元電通、うん、だから実は日本のそういうなんか既得権益集団のもうなんていうかこうイベントでもあったわけですよね、うん、で今でこそメディアはすごいオリンピック批判的な距離取ってますけど、いやいやあなたたちスポンサーですよと、うん、あのということもやっぱりちゃんと指摘しなきゃいけないのかなと思います。でテレビとかはこういうこと言わないわけじゃないですか、まあ、ネットメディアならではなんでこういうこと指摘しようと思うんですけれども、まあ、そういうのがでもやっぱり一般の人に見透かされているからこそ、このオリンピックに対して反対の声も高いのかなと思います。で森吉、まあ、あのちょっと挟むと、うん、はい、あの本当今回だからある種電通、あの元電通の CM あのディレクターがあの五輪の開会式統括になって、はい、それがもう内部を私物化してたって、うんうん、あまだやってんだと思うと同時に、うんうんうん、結局そのさっきも話題になったけれども、あの安倍政権の時に、はい、一旦なんかもうあの世界は SNS 化し、はいはい、世界はネットになって、そうですね、あの随分違う時代になったと思ってたら、本当この後出てくるけど、今回の総務省接待も、うん、衛星の電波でしょ、そうですね、で NTT でしょ、うんうん、でこっちもこっちも今度はオリンピックで電通じゃない、あこれ全然実は変わってなかったんだと、うんうんうん、であの SNS やネットを中心に新しい人たちが新しい形でこうつながってね、うんうん、あの新しいクリエイティブを作るなんていうようなことは全然起きてなくて、うんうん、全く起きてないというのが分かります、うん、これ全くだから古い国だったっていうことがまあ明らかになってるということでもありますね、うん、だから安倍政権下だとみんなでやろうとかいうハッシュタグ作ったりとか、うん、結構オリンピックのキャンペーンも SNS 結構頼ってたんですけれども、うんうん、多分 SNS あまりにも批判が多いのでもうそういうことやめたっていうことでもあるのかなという気がしますよね、うん、で森喜朗さんの問題っていうのもなんで彼がついてたかってことっていうのは、うんうん、結局ああいう人がいないとこの利権の塊コントロールできなかった問題であろうかと思っていてですね、あのこの森失言の直前 の、うん、あのニュースで僕はちょっとあの覚えてるのは、うん、あの今回、まあ、結局そのいろいろ、つまり東京2020が1回2021年延期になった時に、はいはい、あの大量のキャンセルが発生してるわけですよね、うんうん、関係者 の、はいはい、あのホテル代のでそれをなんかあのキャンセル代はなんかこう請求しないようになんかあの旅行業界にもなんかこう飲んでもらったみたいなことを森さんが言ってるんですよ、はいはいはい、でおそらくだから森さんってそういうことができる人で、でもそれもまたすごい古い話でしょ、まあ、そうです、ね、まあ、有名なのは全国旅行業組合 の、 あの会長は、うん、あの二階さんですからね、だからそういう人たちに対してちゃんと顔が聞いて抑えられる、うん、だからそういう人が必要だったから森さんでもすごい高齢だし、まあ、あまり人気がないにもかかわらずついてるっていうのは、うん、そういうことをやってくれる人でもあったってことだと思うんですよね、いやだからやっぱりあのそのニュースを聞いた時も思ったけど、本当に今回 の、 このコロナをきっかけでなぜか、あのすごく日本のもともと古い元々の古い地金の部分っていうのは、うんうんうん、かなりこのもう一度ガッと出てきてるっていう感じがしますね、そう思いますね、うん、それが多分安倍政権との対比でね、よりなんかこう際立つところなんだろうと思うんですよね、うん、そうなんですよ、あの安倍政権の時ってやっぱりなんかの盛りかけ問題も、はいはい、なんか今までとちょっと違うというか、うん、だからまあ違うというか、だから、うん、あの本当は同じだったんだけど、うん、でもあの例えば籠池さんのキャラとか、はいはい、そうですね、あとあのネトウヨっぽい主張だとか、ああ新時代の、うんうん、新時代の利権なのかなと、
でしかも安倍晋三小学校だったわけでしょプラも。そうですね。あ、そういう新しい時代のなんか癒着なのかっていう、 そうですね、なんかそういうイメージがあったんだけど、菅政権になってから、うん、出てきたものは恐ろしく古い。そうなんですよね。だから森友の時なんてあのノイホイさんっていうのは菅野さん、うん、彼がだから SNS でバンバン発信してメディアもそれを買うみたいなことがあった、うん、とか今文春法なので、うん、そういう時代でもだいぶそうなんですよ。すごい古いんですよ。すごい古く回帰してて、ね、昔はそういう意味ですごいなんか新しいことが起きてるような雰囲気があったわけですよね、うんうん。いやそうなの。だから今から思えば安倍政権は新しいことが起きてたような雰囲気で、うん、があっただけで、うん、実は根っこのところ何も変わってなくて、うんうん、その雰囲気の部分っていうのが、まあ、安倍さんのキャラクター安倍さんがいなくなったことによって雰囲気の部分だけが消えて、うんうん、全部古いものが露呈してきたっていう状態ですよね。そう、地金の上に SNS が乗っかったっていう感じだったんでしょう、うん、だから森さんの発言とかもだからそれも昔ながらのが出てちゃったってことだと思うんですよ、うん、でしかもその後、経団連の会長だったかな、なんかもう似たような発言したり炎上の聖火リレーってネットではあのバカにされてましたけど、うん、結局そういう発言が次々出てくるっていうのがもともと抱えてたものが今までなんか SNS みたいな新しい雰囲気でごまかされたのが、うん、もうどんどん出てくるようになっちゃったってことだと思うんですよね。そうなんだよね。だからまあ国威発揚だってこれ石原慎太郎ね都知事が招致した時の都知事が国威発揚するんだって言ってましたけど、違うと国威がねどんどん毀損されてしまうような事態が今目の前で起きているのかなと。だけどこれ東京五輪まあ開催できるっていう手じゃないですか、うん、そうですね、うん、だけど開催するっていうのはどういうことなのかっていうのはとても難しいですよね。というあのフランスもそうですし、うん、あのまた新しいロックダウンやってるイタリアもそうかな、うんうんうん、あ始まってますよね、うん、選手選抜できてんのかな。でつまり開催できるっていうのであれば、うん、あ組織委員会は選手選各競技ごとの選手選抜の状況とかを示すべきだと思うんだけど、うん、僕ねちょっとホームページ見てみたら全く載ってないですよね、うん、はいはいはい、うん、でアメリカとか見てもなんかねスケジュールすら空白なんですよね、うんうん、なるほど、だから選手選抜できないとあの当然だけど競技って開催できないじゃないですか、うんうんうん、どうやって五輪やるってなったらどうやってやるんだろうってのは本当不思議ですね。来なくいっていうとこのその国なしでやるっていうかね昔あのいや だ, ね、うん、だからもう日本はもうかつてないメンタルラッシュになるわけです、うんまあそうですね、もうなんかびっくりするぐらい、ね、びっくりするぐらい誰も来ないモスクワ五輪みたいなね、だからもう日本はだからもうやるもうとにかく形だけでもやるって方向にもう舵を切ったわけでしょ。人来なくてもいいし、うん、何でもいいからとりあえずやるんだ。聖火リレーはもう25日から始まるんじゃなかった、うんうん、3月のうちから違います。だから3月末だからもう今週始まるんだと思うんですよね。だから25日どういう報道がされるのかわからないけれども、だからメディアもどういうふうな距離感で報道してくるのかわからないけど、メディアはやっぱりスポンサーなので、まあ、それは単純にいいイベントのようにしてやらざるを得ないですよね。批判的なことやりにくいと思うんですよ、ね、まあ、感染対策をしつつ、で、あの、あれでしょ、聖火リレーにあの沿道に人が集まってくると聖火リレーを中断するって話じゃないですか。そんな感じですね。いや、そういう方針は方針はわかるんですけど、なんかあの途中でルート変えたり、はいはい、あのもう人が集まってるんだったらそこは通らないってことをやるんだって話なの。そんなね話聞いたことないね。いやだから結局日本でもスポンサーも結構日本の大手企業でメディアからすれば頭上がらない人たちだから、結局いざ始まるとなると何かこうコロナ勝利五輪みたいな雰囲気にもしかしたらなっちゃう可能性ありますよね、うんうん、だからまあ五輪のはずが国体みたいになっちゃうかもしれないですね、そうですよね、うん、日本選手しか出てないよみたいな。でまあ、モスクワ五輪の時はあれアフガン侵攻で西側諸国は選手派遣見送ったんでしたっけ。でそれの対抗でロサンゼルスの時が、うん、向こうが行ったんです。今回も出場を、うん、あの国が激減するって可能性ありますよね、うん、で形だけやっ て、うん、今ワクチン接種も進んでない日本に、うん、行きたい人たち、あの来たいっていう人たちも少ないんじゃないですかね、世界にね。だし日本はそのそれこそなんかこう、ね、ワクチン接種ウイルス持ってこられたりすると日本だとバッと広がるリスクもあるし、だからしかも日本国内でそもそもすごい開催したくないって人たち多いわけですよね。異様に 今世論8割ぐらいの反対かな。その意味ではメディアの話でいうと昨日ちょうど昨日ですよ、うん、NHK のね、うん、9時からかな、うん、ちょうどね生放送であの五輪をめぐるかあの特番やってたんですよね、うん、で五輪の関係者とか、それからね、藤本美貴タレントの藤本美貴さんとか、うん、それから作家のね真山仁さんとかですね、うん、生放送で結構ねガシガシ激論してましたよ、うんうん、でリアルタイムでなんか若い人たち映してね、うん、やってて結構ねガチ感あったけど、なんかあれもそうねなんかすごくこうあれとかもあの NHK の看板番組のアナウンサーとか総代わりになる背景になったんじゃないかみたいな、ね、報道とかも出てましたね。だから、まあ、メディアといえばね、私 NHK で昔あの東京オリンピックについて議論するみたいなのやって、私はすごい否定というか開催しない方がいいという立場だったので、直前になってなんかこう上層部から何かが来てなんか出演消えたということがありましたけども、本当に、うん、そうです、そうです。
NHK のなんかこうね若い社会学者が試写してる何かの番組ね。え本当に NHK の若い社会学者が主催してる番組、ね、そういうのありますよ、まあ、もうこれ言っちゃいますけど、まあでも NHK はねスタッフの人はねやりたかったみたいなんですけど、上からそれ開催すること前提に前向きな議論を出すべきだっていう何かが来たらしいんですよ。だからまあそういうだからねメディアもね、だからまさにメディアの問題ですね。だからもうだからメディアもねこれに乗っかってるんですよ。今批判してるのは本当に批判したいんだったらメディアスポンサー降りるべきですよ。うん、どこの新聞でもそうですけど。うんスポンサー降りたらね、なんか本腰感ありますよね。スポンサーもどっか一つぐらいね、降りればいいんですけど、ね、だから森さんの時だって、まあ、一応遺憾なくてコメント出しましたけど、あ確かにトヨタとかも出してましたね。でも出せないところもありましたしね。まあ、ある意味ご総選談方式みたいなのがこういうところだから、まあ、すごい昭和的ですよね東京オリンピックっていうのね。だからまあ私ここであのなんかどっかのこうレコメントで使ったんですが、あの、まあ、前回の60終わったんでしたっけ。え何ですか。え若い社会学者の番組ってもう終わったんでしたか。まだやってる、まだやってる、まあ、ちょっとあまりそこを掘ってもあれですけどね。あで、まあ、とにかくあの64年のオリンピックっていうのは日本っていうのはある意味先進国の成人式みたいなねオリンピックだと思うんです。これから日本はある意味その世界に出ていきますよと、でところがこうある意味で今回のオリンピックっていうのがある意味でその先進国だった日本がどんどんダメなところが露呈していって先進国とは言えないようなところをドロドロ暴露してしまうという意味では、まあ、ちょっとこれ冗談のように言ったんですが、あの、まあ、お葬式的なんです成人式に対してね、まあ、そういうようなところがどうしてもあって、まあ、国威発揚どころではないのかなっていうのは私の感想ですね。ただまあ念のため付け加えておくと、日本っていうのは GDP 世界第4位で、未だに数的にはね、そうなんですよね、先進国風なんだけど、うんうん、結局経済先進国の地位をまあ、出せられなかったのかな。だからこれからまあその人口も減っていくし、うん、うんそのまあ中国の台頭に伴って経済的地位が下がっていくっていった時に、まあそのなんていうのかな、経済大国以外のその側面をもっとこう色濃く打ち出していく契機にうまければ東京五輪でつなげることができたはずですよね。これスマートにどうそのクローズさせていくのかっていうのは分かりませんけど、何かスマートに裁くっていった時に、そのああ日本はいいじゃんっていうふうに思ってもらう契機にやろうと思えばできた可能性ってあったはずですよね。だけどそれには完全に失敗してますよね。そうですよね。だから、まあ、これだけある意味海が出たんだったらこれを改善するきっかけになればいいんですけどね本当はね、まあ、ちょっとこれは今後次第というところなのかもしれませんけど、ね、だけどあれですよね、まあその広告代理店の人のものについても海外にもう広く報道出ちゃってますし、困ったもんですね。ね、だって元々これアベマリオだったわけですよスタートが。そうですね、東京オリンピックっていうのは要するに例のリオ五輪の終わりに、うん、あれも確かなんかどっかの誰あれがまさにこの佐々木さんがですよね。ですよね。でアベマリオをやってっていうところで、まあ、しかもあれもしかも SNS で結構評判良かったんですよ、ね、でもアベマリオはだからあの世界的にはすごくアピールしたわけでしょ。そうですね、任天堂だし、うん、そうなんですよ。でネットでも話題になったし、うん、で首相が来るっていうサプライズ、うんそうですね、だからあれだからだからあれは全部実は全然新しくなかったってことですよね。あそうですね。つまりあれが新しいイメージだと思ってるけど、うん、やってるのは電通だし、そしてディレクターの人のあのなんていうか野心としては今回もそれも露呈したし、はいはい、でしかもこのミキコさんっていう、40代まだ真ん中ぐらい の、うん、あの若い振付師の女性の人がやったプランっていうのを自分のものにするっていうその体制だから、結局アベマリオを演出したあの新しい時代のクリエイティブとか言ってたけど、はいはいはい、本当は何もなかったってことなんですよ。です、ね、だからこれやっぱり僕は実はあの一連の文章の中ではあの、うん、五輪開会式のあの私物化っていうのがやっぱ一番ショックでしたね、うん、あ これしかできないんだと、うんうん、だから新しいのがそあだけどっていうか新しいのが負けたっていうことなんですよね、うん、だから結局、うん、みっこさんっていうのはパフュームとかベビーメタルとか、うん、その言うならばその日本的なその新しい日本的な世界で、当たってるコンテンツを作ってる仕掛け人だったわけですよね。でだからその人たちっていうのは、まあ、その旧体制に、まあ、飲み込まれて追い落とされたわけですよね。だからやっぱりそういう意味では古いものってのは強い。だから今回だからもう一度オリンピック開会するとして開会式どんな内容になるかですね。本当に昭和のコピーみたいになる可能性ありますよね。だってもう今更新しいことできないでしょこの状態だと、ね、コストもかけられないだし本当に前の前回のオリンピックマーチ流して入場とかになるかもしれないですよね。まあそんな感じですね。じゃあ次のスライドいってみましょうか。そうですね、総務省の、うん、まあ、接待問題、東北新社のね。いやこれもね、東北新社ってあの多少映画とか映像が好きだったら必ず昔から見てた会社なわけだけど、うん、こんなことになっていたんだと。そうですね、菅、うん、首相の、ね、長男が。で、しかもこれ囲碁将棋チャンネルだっけ。そうでしたね。で
いやなんかちょっと頭がクラクラくるよね。だからあの普通さ、こうなんかあの僕たちのリアリティとしてはもうネットフリックスとか、うん、はいはいはい、アマゾンプライムとかを見てるわけですよ、はいはい、我々。全くそうですよね。で、囲碁将棋チャンネルみたいな、囲碁将棋チャンネルで接待みたいな、しかも内容が首相の長男を受け入れて、その長男が今度総務省の役に接待してって、どんな、いつの時代の話なんだ。本当にだから頭クラクラしましたね、これね。だからこれもまただから日本がね、クリエイティブがどうとか、はいはい、あの本当コンテンツがどうとか、いやクールジャパンがどうとかっていう話がもう一気になんか色褪せてくるというか、まあ、新しいのをすると、うん、ここの会話とかが全部録音、あれ誰が録音してるのか知りませんけど、全部録音出てたってことですよね、うん、佐々木送る、じゃあさくらんぼ送りましょうかとかね、どこから漏れたのかっていうのも結構、ね、結構音が遠かったので、そうなんでしょうね。あるいはそのこそ会場 そのスタッフの人とかが録音、まあ、ちょっとそれは分からないですけども、いや多分だからその週刊文春の記者とかが張り付いてて、そのどこからでもその張り付く状況っていうのは分かったの何日会食が、まあ、ただこんだけ会食してれば多分情報は誰かから漏れて、いやだからあれでしょ、これやっぱりあの普通に喋ってるんだけど周り実は週刊文春の記者ばっかりだったみたいないやでもそうかもしれないだから すごいこうローテクな、はいはい、だからまるみだから文春法自体もすごいローテクなのよね。あ、文春法はすごいローテクみたいですね。もう本当いやだから大丈夫なの、文春は結局コストいっぱいかけてるから、そういうなんかフリーの記者の人とかみんなそこに持っていくからって集まってるってことなんでしょう。結局でも大丈夫なのかね、日本はね。なんかジャーナリズムも古いし、これ政治も古いし、メディアも古いし、これもね文春法ですからね。2月3日しかもくしくも同じなんですよね、あの森首相の発言とね、うん、でどんどん月々に総務省の職員が誰が接待したかバレていってて、うんうんうん、でどんどん辞任ラッシュですよね、うん、まあ、東国新社の社長も辞めて、まあ、一番注目されたのは内閣広報官、あの、うん、首相の記者会見を指揮している人ですよ ね、うん、そうですね。で、まあ、彼女はあの記者会見でよく出てくるから、まあ、よく有名だったのでフォーカスされちゃったんですけれども、記者会見自身もですね、あのよく記者の名前と所属を名乗ってからやってくださいって言うんですけども、うん、この人が全部名前当ててる、なんとかさんのなんとかさんって当てるんですよね。でもその後名乗らずに喋ろうと名乗ってくださいって言うんですよ。であれ完全にだからもうあのこう言わせるためっていうか、ルールを守らせるためにああいう儀式をやってるわけですよね。しかも事前に質問も、まあ、拒否している新聞社もありますけれども、ほとんどのメディアがそういう質問事項を作っていて、うん、であらかじめ首相 のところにはもうそのメモみたいなのが用意されて、それを読んでるだけっていうですね、うん、まあ、やらせのような、まあ、だからもうそれこそ記者クラブ問題ですよね、うん、だからそれのそういうのを差配していた人っていうのはこの山田さん。例えばこの山田さんについては、なんか私はさあの誘われたら断らない女みたいなのも結構話題になりましたね。それによって出世したんだっていうのこれ自体もだから飲み会の力によって出世するみたいな。いやだからね、ちょっといやだから全体にやっぱり僕ね、本当にあの菅政権になってから頭クラクラくるというか、あの安倍政権の時はね、やっぱり多少21世紀感があったんだけど一気に20世紀に戻ってきたっていう感じが。そうですよね。だからです、ね、ある意味で菅政権の21世紀枠みたいな感じだったら、あの河野さんも最近出てこなくなっちゃって、彼はある意味ではそういう SNS 大臣だったわけですけれども、うんうんうん、ちょっと多分なんかもうまずいなと思って引き始めたのかもしれませんけど、うん、だからもう出てくるのはこういう話ですよね。でもあれもね、ハンコ廃止ってハンコ作ったりとかしてたよね。そうですね。でもあれも SNS 受けるためにやってるわけですよ。だから彼はだからそういった意味ではちょっと SNS 大臣だったんだけど、でもね、結局河野さんも期待してたんだけど、結局やったらなんかあの河野さんへの質問箱みたいなやつっていうのを SNS 立ち上げたら急にすぐパンクしたりとか、はいはいはい、あとコロナの時のもあれでしょ、ブルーインパルスでしょ。小泉さんと50歩100歩のね、いやそうなんですよ。小泉さんがあまりにもひどいから注目されてないだけであって、結構やってることあの人なんかこう2チャンネル的というかですね、うん、あのつまりネット世論っていうのがほとんどこのなんかこう悪い昔のなんかネットユーザーみたいなのと総合作用しているところがあって、あれ本当にネットに対応できてるって言っていいのかっていうことはやっぱ感じますよね、うん、その一方で僕若干ねこの東北新社と総務省をめぐる問題って複雑に思ってるところがあって、うん、なんでかっていうと、僕あのほら総務省の公共放送のあり方検討分科会って NHK 関係 の審議会入ったんですね、うん、有識者会構成してたから、うん、これ出てきてる人たちね、軒並みね見たことある人たちね。なるほど。でだから谷脇さんもいつもいたし、秋元さんもいつもいたし、なるほど、あの湯本さんとかもいたし、うんうんうん、で多分今の調査対象になってる144人の課長級の人たちっていうのも情報流通行政局かな、あの課長級以下みんな、うんうん、あの調査するって話になってますけど、大体ね
なんかこういたような人たちなんですよね。でもそれ断れないですね。つまりこれこの後 NHK のやつも一応、そうそうそう、 NTT のやつも一応書きました。この後一応首相のね本に書いてるわけですよ。つまり人事使うぞと、で歯向かったやつはどんどん飛ばすぞって言ってるわけだから、それは首相の長男から誘われたら断れないですよね。そういう構図はあると思いますよ。でもそれ情けないはずですよね。本人はあの例えば岩波新書とかもね、はい、あったりとかで、うん、なんだっけな、サイバーセキュリティとは何かかな、うん、とか何冊か多分著作とかもあって、うんうん、実際、通信とか放送の行政にかなり詳しい人で、どちらかっていう、もうどちらかというか明確に改革派なんですよね、うんうん、でね、行政の歪みがあったかなかったかっていう話で言うと、もう分かんないとしか言いようがないんだけど、本当にあったのかなっていう気はね、しな、半分はしなくはない。でもう半分はルールの問題っていうのもある気がしていて、やっぱり国家公務員の倫理規定っていうのは若干非現実的なところがあった、あるのではないかという気もしなくもない。とても同情的ですね。でなぜかというと、例えば会食をした時に、まあ、基本的に折半になるようにっていうふうに言うわけですよ。で、まあ、その分払わなきゃいけない。でだけれども、まあなんていうのか、僕も何度かその企業のね、その上級の人とか、例えば経済団体の、役職の人たちって、あのなんていうのか、上場企業の社長とかじゃないですか。で食事とか行くと、えらい単価の高い店に行くわけですよ、はいはいはい、でだけどそれはまあ半分は致し方ないところあるわけですよ、うんうんうん、まあなんていうのか、ワタミっていうわけにはいかないじゃないですか、うん、それは普通に考えて、で個室があって、まあ、しかるべき格納っていうところになる、うんうんうん、で情報交換だっつった時に、うん、それ例えば自腹、僕らも分かんないけど、うん、自腹だっつった時にうまえんって言われて、うん、行きたいかって言われると、まあ、向こうが持つこと前提にしてる店なわけですよね。でそこに役人の人たち、確かに、で日本がさっき言ったみたいにね、良くも悪くも現実問題として会食文化がいたところあって、民間のとの知れって言った時に、まあ、あのこれ1万円でいいですからって先方が言うのであれば1万円、まあ、現実これ穏便に済ますために1万円でやってたっていうのは分かんなくないですよね、うん、西田さんじゃ結構不妊に対して同情的な、同情的、いやそれはまあ僕がもちろんね、あの国立大学の教員で、それからそこの総務省のね、人たちっていうのは面識があってて、それはもちろんそういう条件があるからね、うんうんうん、でだからあのとても同情的で、うん、これもう最終的には分かんないけど、うん、で武田大臣が言って、でちなみにね、僕は政治家は微妙だと思ってて、うんうん、政治家の側の大臣規範には大きな問題があると思ってて、大臣規範の中には、国民の疑念を招かないように、共謀接待は禁止するっていう、あのダメだっていうことが書かれているんですよ、うんうん、ところが共謀接待についてこれが何を指すのかっていうね、定義がなされてないんですね。だけど一般的な常識にから考えると、会食ってのは共謀接待じゃないかと思うわけですよね。でだけどそもそも記憶になればみんな言ってるわけですよ。でこれ政治家のためにもやっぱりちゃんと規定した方がいいんじゃないかと思いますね、でそれからね、政官学の接触をちゃんと記録して、あの問い合わせがあった時に公開できるっていうルールにね、した方がいいでしょう。こうやって週刊文春とかが文春法で当ててからこうやって出してくると、仮に何もなかったとして、ねじ曲がってないとしても、それ誰もそれはねじ曲がってないよねと思わないですよね。だから僕らはその なんていうのか、あの役人知ってるとか、あの武田大臣だって、あの検討分科会って NHK 会議ですごい社会注目集まってたから、あの会議の会場来るわけですね。で、まあ、冒頭挨拶していなくなっちゃったけど、でだからまあすごく同情的な、僕らでさえやっぱりちょっと微妙だなと思うわけですよね。でだから普通の人がそうまともだと思わないでしょ。それはほら、役人がでもそういうふうに振る舞ってしまう、あるいはメディア、あの民間がそういうふうに接待してしまう問題っていうのは、ここに菅首相が自ら書いてるわけですけど、それ放送法と電波法の問題ですよね。それすごい権限を持ってるので、あのその人たちに接待せざるを得ないような、例えばそれを第三者委員会みたいなね、例えば海外にアメリカみたいにやってるみたいにやれば、例えばこういう状態に起きなかったんじゃないかと思うんですよね。FCC 的なやり方、一応だからもう菅首相本の中に、ね、放送法と電波法を書いてるんですよね、こういうふうに、うん、放送法は行政指導があると、でこっちは法的拘束力がないんだけど、電波法というのは行政処分ができて、で停波できるぞっていうふうに書いてて、これを積極的に使うべきだとまで書いてるんですよね。だからこれはだから、これだから菅さんの本ってすごくて、役人に対する脅しとメディアに対する脅しが書いてあるんですよ。すごいだから、あの ネガティブな恐ろしい本なんだけど、まあ、この本 の例の一部、あの公文書削除したかどうかで問題になった本なんですが、あそこの部分抜いてもですね、結構こう、つまり安倍首相のなんかこうイメージ政治とは違った、もっとその裏の部分ですね、影の部分で押さえつけるにはどうすればいいのかってひたすら書いている本の著者が実は今の首相なんですよね。うん、そうですね。
だからまあここに書いてますけど、プロパガンダをポジとすれば、まあ、このような制限みたいなネガみたいなのがあって、本当はこの2つがセットで宣伝っていうのが行われるわけで、まあ、安倍政権はそういった意味ではこうすごいポジの部分が強かったと、で菅政権はすごいネガの部分が強かったっていうのが私の理解ですね。しかしこう話を聞いてるとだんだん安倍政権がいいように思えてきますね。いやそういうわけではないですけど、安倍政権はなんか世の中のなんか見え方をそうくっきりさせてくれる政権だったと思います、うん、つまりあれを賛成するか反対するかでも議論がもうできてしまうし、うん、人々が無限に語ることができてしまうと、うんうん、今だとなんかちょっとこう、まあ、昭和だなっていう感じになってしまうので、あのなんかある意味シンボルとしての力はあった人だとは思いますね、安倍首相はね。あと菅さんはやっぱりこうポリシーのようなものがないんだなっていうことがよく分かりますよね、うんうん、だから信念もおそらくないし、個人の関心とか、なんかこれまで注力してきたものとか、うん、そういったものに対応する、うん、反応するようなタイプの人で、そういう意味ではなんていうのかな、今のその何脊髄反射的反応で動いている社会を体現した政治だって言われれば、まあそうかなという気がします、ね、安倍菅って組み合わせある意味ではよくできてたってことなのかもしれませんね。確かにね、太陽とかあの月みたいな感じでね。ちょっともう一回このスライドを放送で映してくれますか、はい、あのこの今の映ってるってことですかね、はい、であのはい、ここ行政指導と行政処分っていうのの違いっていうのについて、これ西田さんとかが説明してくれた方が分かりやすいのかな。これ行政処分の方が強いわけですよね。放送法の場合は行政指導もまあさることながらですね、許認可の問題があって、放送免許ってっていうのは基本的に期限があるので、その度ごとに更新を取りに行かなければいけないと、でさっき辻田さんがおっしゃってたんですけど、総務省がつまり要するに政府がその許認可権を持っているというのは世界的に見て、まあ、世界的に見ても若干言い過ぎなんだけれども、政府の権限がまあ強くなりすぎるだろうということはまあかねてから指摘されていて、まあ、ただね実際にはその公共放送もそうだし民放の在り方も国によって、ね、もう相当違うんですよ。全くて公共放送一つ取ってみても全然違うので、ちょっと一概には言えないんだけれども、まあ、そういう指摘はよくされてますね。で、まあ、片方の極端なでね、本当はアメリカと比較するっていうのも実はあんまり適切じゃないんですね、なんでかっていうとアメリカの場合は、公共放送の存在感がとても小さいんですよ。民放で構成されている国なんですね。で民放があまたにあって、なんで、まあ、それが競争しているような国、それに対して日本の NHK っていうのはとても存在感が大きい、むしろ放送事業者の中で一番大きいんですよ、多分ね、7000億円ぐらい の年間 の事業予算で動いていて、他 その民放よりずっと規模が大きいんですよ。であとそれから特殊法人で全国に支局を持っている唯一の放送事業者なんですよ。で他の民放っていうのは基本的にその地域、まあ、県を中心とする、まあ、その地域の中での事業免許なので、全国にその支局網とか持ってないんですよね、とか他にもなんかいろいろあるんですけど、違いある。でアメリカで、まあ、そういう違いはあれでもアメリカでどうなってるかっていうと、FCC っていうのがあって、要するに国から独立した第三者委員会で、その放送事業者 その、放送免許ですね、そのを、まあ、出していると。で、まあ国から独立しているので、まあ、一応体としては、まあ、国を批判することとかが、まあ、容易にできるんじゃないのかということは言われてますね。で実際日本においても、まあ、日本においても実際にはかなり自由にできている。ちなみにつまりですね、時の政権とかそれから政治家がNHK もそうだし民放に対して口ばしを挟むということ自体はこれはもうずっと起きているし、別に日本だけじゃなくて、例えばなんだっけ、フォークランド紛争かの時のイギリスとアイルランドのごちゃごちゃした時もですね、にはですね、アイルランドじゃなくてあれじゃアルゼンチンかな、そうアイルランドじゃなくて、そうアルゼンチン、アルゼンチンで、アルゼンチンとそのイギリスの紛争の時にもですね、イギリスの BBC に対して、当時サッチャーですよ、が強気に当たったと、まあ、要するにどこの国でもあることなんですよ、でも差は去りとて、まあ、まあ、過去の例を紐解いてみると、日本によると椿事件とかですね、90年代の政変の時に、まあ、自民党政権が下野した時に、当時のテレビ朝日の局長が民放連の集会かなんかで、
まあ、あの自民党政権を、うんうん、あの倒すことに、うんうん、まあ、あの肯定的な発言をして、うんうん、で大問題になって、うんうん、実際テレビ朝日の放送免許を、うんうん、停止一歩手前ぐらいまで行ったわけですよ、うんうん、まあ、そういう経験とかもあるから、うんうん、まあ、やっぱりあの放送免許の停止っていうのはとても放送事業者っていうのは敏感 で山のような報告書を書かなきゃいけないんですよ、ね、ちなみに西田さんとしては日本はアメリカみたいに第三者委員会の方にこういう総務省が持ってるんじゃなくて第三者委員会渡した方がいいと思われます。つまり政府が持っていると、まあ、これ批判的政権に批判的な人からするとこういう政府が権限を持っているとそういうメディアに対して脅したり統制するときに使うんじゃないかって懸念を持っている人が多いと。だからこそ第三者委員会高市さんはそう言ったわけです ね、うん、ですよね。そう定派に関してでもそのさっきだとアメリカの方式がこう当てはめるべきじゃないんじゃないかとお話もあったのでべきじゃないとまでは言わないんだけど、うんうん、必ずしもそうは言えなくて、うん、むしろなぜ、アメリカみたいに直ちにすればよいのかっていう、うん、と言えないかとまでは言えないかっていうとこれ2回検討されたことがあるんですね、うんうん、でというよりもあの戦後1950年代かな電波管理委員会が置かれていた時はまさにそういう仕組みだったわけですよね。でそれから民主党政権の時ですね、通信と放送の融合に関する議論の時に、そういう仕組みを導入できないかっていう話をしたんだけど、まあ、そこには至らなかったわけですね。で、うん、イギリスで BBC って結構独立性高くて例えばさっき言ったフォークランド紛争の時も我が軍って言わずにそう有名な話ですけどブリティッシュアーミーはって言ったわけですよね。それすごく客観視するような報道をあえてしたんだと。でそういうことできるのは BBC がそういう政府から独立性があったんだっていうふうに言われてますけれども、うんうん、日本 NHK 例えば国会で予算も審議されていると、まあ、実際いろんな圧があったなんだって言われてますよね。安倍首相もそれに関わってて問い合わせた問い合わせないんだっていう話がありますけれどもやっぱり日本のメディアってそういった意味では政府のそういう今までの日本の政府っていうのは、まあ、西田さんも本で書かれてますけれどもあんまりこうメディアに対して手を出すことに対して自分たちから結構抑えてた面がありましたけれども、ね、そうそうそう最近はそういうの容赦なくいくようになってしまったと、うん、でそういう環境がある以上日本のそういうメディアに関する状態も昔のままで置いておくとかえってどんどん切り崩されてしまうんじゃないかっていうような批判があると思うんですよね、うんうんうん、それに対してどういうふうな手を取ればいいと思われますか。あのね、とても難しくてねよく分かんないんですよね、うん、あの本当に複雑放送行政って複雑で、うん、僕もあのこの2年ちょうどさっき の、 あの総務省の、うん、有識者会議に誘われた時に、うん、ちょっとねまとまって勉強してそれから、うん、いやまさにあの総務省 の、 あの人たちから、うん、レクを受けてきたんだけれども、うんうん、で問題とか過去こうなってるってことは分かってきたんだけど、うん、どうすればいいのかをね、うん、提案できる状況にないんですよね。複雑すぎて一言で言いにくいそう一言で言いにくい、うん、で何を改善すればよくなるのかっていうのはさっぱり分かんないですね、うん、なるほど。そう少なくとも第三者委員会ぐらいでも入れてもいい。例えば第三者委員会を作ることによるデメリットってどういうものなんですか。第三者委員会を作るデメリットってっていうのは、うん、特に分からないけれども導入すればどう良くなるのかっていうのは見えないですね。でも少なくとも政府から直接何か介入をしにくくはなる。でも今もそれは認められてないので、うん、でなんでかというと理屈は簡単で、うん、日本国憲法が検閲を禁止していることもあって、うん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 、総務省もそうだし政治家もそうだし、だそうそうそう。だからほら日本における検閲ってそれ最高裁の判例がありますけどすごい狭いですよね、うん、でああいうことそれ最高裁の判例でそれ検閲っていうのは事前にチェックしてみたいな、うん、そうそう事前検閲が基本ですね。あれってその一般にその例えばその歴史上で言われる検閲の範囲よりもかなり狭く絞った上で合憲ってことになってるわけじゃないですか。いろんなことが、まあ、例えばあの関税における、うん、査察とかも昔はそういうのもあの係争になってるんですけど、例えばその自己検閲って、そうそうそう、例えば中国ってネットで書いたら削除されるじゃないですか。あれは自己検閲だから日本の最高裁のあれは検閲にならないわけですよね、うん、でそれぐらい狭いわけですよね、うん、ちなみに、ね、ネットに調子悪そうって書かれてるんだけど別に調子悪いわけじゃなくてどうすればいいか本当に分かんないからなんですよね。でちなみに、ね、でもさすがに今の状態は問題だとは思ってますよね。今の日本のそういうこのメディアと政府の関係ってこと、うん、問題があるのは分かるんだけど、うん、どうすればよくなるのかが分かんないですね、うんうん、でもちろんでそれから、いくつかの点を除くと、うん、本当に世界のメディアと比べて日本で差し当たるメディアっていうとあの幅が広すぎるし、うんうん、新聞とテレビは僕は全く違うと思ってるので、うんうん、なんていうのかなちょっと一旦切り分けて、うんうん、放送事業者に限定すると、うん、放送事業者の状態が悪いかって言われると、うんうん、そうも言えないと思ってますね。で NHK はどうですか。 NHK もそう思いますか。 NHK もそう思う、うんうん、NHK でも例えば安倍政権の時百田直樹氏が委員になりましたと、でさらにはその NHK の、 その委員長だった彼があの安倍政権が政府がしろということを黒と言えないっていうような発言もしてますよね。
やっぱりああいうのは政府に対して弱いからああいう発言をするような人が入ってきちゃうのかなっていう気もしたんですけど、つまりそういう百田さんとかね、あのモミーさんかなみたいな人が入ってくるっていうのはやっぱり NHK っていうのが政府に対してすごい弱い立場だからこそああいう人を経営委員として送り込まれてしまうのかなと思ったんです。だけど北海道委人事なので、これをどうやって弾くと民主的かっていうのは結構難しいですよね、確かにね。そうで、だ要するに国会の同意がないと予算も、人事もそうだし、それから決算もそうなんですけども、で本当はその国会がちゃんと、ね、決算まで、現実には決算はすごく甘くなってるんだけど、決算までチェックするから民主的な統制は効いているっていう体なんですよね。自民党が多数取ってるんだから彼らの統制を受けてるんだから民主的だろうって。そうなんですよね。で NHK が公共放送で、その年間7000億円とかの予算を使っているっていう問題がありますよね、でこれがどういうことを意味しているのかで、唯一その全国にその支局も持っている、いる放送事業者だと、でそのことによって地域も含めた一次情報が集約されて、で定期的にコンテンツになっているっていうことなんですよ。でこういう国っていうのは結構珍しいんですよね。で一般にどうなってるかでもね、一般にっていうのも言いにくいんだけど、例えばアメリカなんかだとローカルに放送事業者がどかどかあって、それがネットワーキングされている、でケーブルテレビ事業者であることが多いんですけど、でそうするとね、やっぱり取材ってそういうその全国の情報をその地域とそれから全国に吸い上げるシステムじゃないんですよね。NHK でそれだけコメントとかでやっぱり結構皆さん反応があって、まあその例えば日本はそれなりにうまくいってるし、どう考えれば変えればいいか分かんないから現状維持しかないってことなのかという質問来てるんだけど、政治に対して、NHK がもう少し厳しい批判的な姿勢を、取り入れられるようにするべきだと思いますね。でそれをどうすればいいのかっていうのはよくわからないんだけど、差し当たりその政治からの介入とかそういったものをより透明にして、その注目にさらされるようにする仕組みってないかってことですね。あとそれから放送だけじゃなくて、僕はネットを本来業務に格上げするべきじゃないかと思ってます。でただしこれもちょっと本当はスライドがあるんだけど、スライドつかなくても説明できるんで、大丈夫なんですけど、 NHK の業務改革は三位一体の改革を行うということが規定路線になってるんですね。で三位一体の改革って何かっていうと、業務とガバナンスと受信診療水準なんですよ。で業務をまず策定し、業務の策定と、それからガバナンスと、それから受信料っていうのはもう三位一体だから、これ同時に変えていくっていうことなんですよ。なるほど。でこれはとても難しくてですね、7000億円をかかってるのは、でちなみにこれ新聞協会とか民放連がずっと言ってるんだけれども、民業を圧迫してるし、スリムにするべきだと言っている。で予算を削減しようとする、でその予算のうちにコストがかかってるのはどこかっていうと、訪問営業のなんですね、で要するに NHK の人がトントンってきて、料金払ってくださいって来るやつなんですよ、あれにものすごいコストがかかってる。でオートロックとかがあって、で全然アクセスできないと、でこれ民間の感覚からするとやめりゃいいと思うじゃないですか。でそうすると今度何に引っかかるかっていうと、受信料の公平負担の原則に引っかかるんですよ。受信料を払ってる人と払ってない人がいて、払ってない人が督促を受けないのは不公平だ。なるほど。なので督促をやらなければいけない、督促をやろうとするとコストがかかる、みたいな、で行き詰まる、なんかねそういうのが随所にあるんですよね。でだからこの三位一体の改革っていうのを差し当たり、なんかちょっと離れた方がいいんじゃないのかっていう気はしなくはないですね。でそれからね、他にも本当面白い理屈があってね、例えば NHK で今回、明らかになったのが何かっていうと、予算の積立金っていうのが、たくさん1000億円級積み上がってるっていうことが分かったんですよ。でこれ何かっていうと、まあ、片方で見ると毎年の予算が十分に執行されずに余りが出て、それが積み上がって1000億円ぐらいになっている。でだけど NHK の予算と決算というのは国会で決まっているので、余りが出たところでそれをどうするかっていうことに関して明確なルールがこれまでなかった。なので積み上がっていって、それが1000億円。でその他に、渋谷の NHK センターあるじゃないですか、建て替え、あれの建て替えのための積み上げっていうのは別に積み上がってたんですよ。そうで、まあ、今回その1000億円はどうなっちゃうの？その1000億円はこれからどうなるってことになってるの？
あで受信料引き下げに、使うために、そのための予算の項目を あのちなみに今国会で放送法の改正が行われたんですけど、うん、その勘定科目っていうのができて、うん、でそこに当てることで、受信料の引き下げの原資になります。なるほど、で、まあ、それはいいですね。で、うん、で全体的に話聞いてるとかなり金ジャブついてる感じがするんですけど NHK は。そうですね、しかもその元は受信料を取ってるわけじゃないですか、うん、でつまりだからほら NHK の改革が必要だって人はそんなに予算いるのと、例えば BBC の倍ぐらいあるわけですよね。で民間でも倍ぐらいあるわけじゃないですか、日本の多分一番大きいところよりも予算規模としては。あ、そうですね、ですよね。そんなに必要なんですかっていう。そうですね、 NHK の肥大化批判っていうのはずっとあります、ね、だから NHK が政治色あるにしても、例えば他のメディアによって相対的に批判されれば、まあそういうもんかなってことになるかもしれませんけど、うん、あそこだけ圧倒的な権威と予算を持ってると、そこが例えば政府に抑えられると悪影響めっちゃありますよね。そうなんですよね。だからあそこを逆にそこをなんかより民主党制が難しいんだとすると、もっと予算規模を減らして他のメディアと鳴らしちゃうっていう選択肢もあると思うんですけど。でもね、そうすると僕が思うのは NHK の今果たしている役割でさえ弱くなってしまうんじゃないか、うんうん、それで民間の放送事業者が強くなるかって言ったら、ね、強くならないと思ってるんですよね、うんうん、でそれはどういうその相場感に基づくのかっていうと、民法のそのにおける報道部門っていうのは NHK や新聞社と、ね、全く比べ物にならない規模なんですよ。それは理屈は簡単で、先ほども言った通り地域単位で免許が下りているので、まず全国の取材ってやってないんですよ、まあ、もちろんあの例えばテレ朝だったら大阪支局とかそういうの持ってるんですけど、そこにどんだけ人がいるのかって話ですよね。で逆に例えば、在阪メディアだったら毎日放送とかあるわけですよ。で毎日放送とかも もちろん東京に支局持ってて、うん、ね、あちで僕が知ってるところだと、ね、大阪にあるやつで、読売テレビありますね、うん、日テレ系ですよ、うんうん、で読売テレビは日テレの中に、その曲がりしてて、うん、まあ、そこを拠点にしてて、うん、で記者とかももちろんちょっと出してるんですけど、本当にちょっとだ、うん、なんですよ。でなんでそうなってるかっていうと、これは後で歴史の話になるかもしれませんけど、日本のテレビ局っていうのは新聞社がまあその元の出発点で、ガバナンスも新聞社を模倣して作ったんですね。で新聞社がその取材をするので、テレビ局がどれだけ取材をするのかって当初ね全くその期待されてなかったんですね。そうで、面白いのがテレビの歴史の本を紐解いていくと、 NHK でもそうで、なんかね、相当バタついてテレビ放送っていうのが始まったらしくて、なんかそのエンターテインメントの番組でなんか落語家なんか漫才、あそう漫才かなんかやってた時に、台本わかんないんだけどとかなんかやってるのがそのままなんか流れてるみたいなのがあったりとか、で NHK らしいんですけど、なんかね、まあ、そういう牧歌的な感じで始まっていて、なんかこの今の取材のその報道が入ってくるってだいぶ後になってからのことみたいなんですよね。でもその全国網が大事だっていうね、そういうストレートニュースをやる力っていうのは多分新聞社も2つか NHK ぐらいしかないから大切。あと通信社ですね、通信社、あそう共同ね、共同通信社、それは分かるんですけれども、例えばそれだったら、例えばよく分かんないこう、まあ、これ前もね、この本に書いてたか、その元の番組で喋ったか、まあ、なんか一回喋った記憶があるんですけれども、うん、そうすると例えばあのバラエティ番組みたいなやつをやってますよね NHK は、うん、ああいうのは予算、ね、ドラマとか、ああいうのを削る必要はあるんじゃないかとは言えるんじゃないですか。ちなみに、NHK も放送事業者の、一つ、ね、基幹放送事業者っていうのかな、うん、あっていうカテゴリーになっていて、俳優番組の割合って、だから教養番組とか報道番組とかをまんべんなくやるっていうのは他の放送事業者と同じ体なんですね、うんうん、でだから NHK だけ特化した形には今のところなってない。だからもしそうしたければ、うん、放送法をまあ改正して、うんうん、例えば語学とか、語学どうするのかとか、うんうん、エンターテインメントどうするのかとか、そういう議論やらなきゃいけない。西田さんは放送今の現状に関してどういう改革がいいと思われます？いろいろ困難があるのは分かるんですが、何かこういう風のがいいっていうビジョンっていうのはないんですか？それがね、分かんないんですよ。いやだからさっきの三位一体の改革っていうのも、NHK 改革の基本路線に、なって、いるので、まあさなんかね、もう基本路線なんですよ、うんうん、でだから僕はすごい素朴に入っていったっていうか、ネットに詳しい人枠か若者枠かなんかで入っていったから、うんうん、いや NHK もネットでガリガリやればいいんじゃね、うんうん、ちなみに今 NHK でもバンバンなんかコンテンツ出てるように見えるじゃないですか、うん、あれ全部
NHK, あの NHK のネットコンテンツは、うん、あれ任意業務という体なんですよ。インターネット活用業務というのかな、うんうん、であれ全部、ね、番組と紐づいて地上波と、うんうん、なんでかというと本来業務じゃないから、うんうん、1対1で紐づいてなきゃいけないので、うんうん、なんか、うんうん、NHK の独自の番組は作れない、そうそう、うん、あ独自のネットコンテンツは、うんうん、だ独自のネットコンテンツが作れない、そうそうそう、なるほどね、だおまけじゃないとダメなんですよ、うんうん、なるほど、そうでね、いやだから僕が思うのは差し当たりで、あのね、もう本当に意味不明で、うん、その機能としてジャーナリズムが実在していることだろうと、うん、でそれをどこが担っててもいい、うんうん、あの NHK が担ってもいいし民放でもいいしネットメディアでもいいんだけど、うん、その権力に対抗できる形で、うん、その何それこそウォッチドッグとして、うん、機能としてのジャーナリズムが実在していることが重要だと、うん、という観点にずっと立ってるんですよ、うん、そうすると今の NHK はそういう機能を果たしてない、そこそこ果たしてる、そこそこでだけどさっきも言った通り、うん、国政に対しての批判能力がとても弱い、うん、そうですよね、だからあの、うん、今の西田さんとにかくすごいこの問題に詳しいので、うん、やっぱまあ、聞いていると確かに改革にいろんな障害があるだろう、うん、でそこまでしてやるほどのことなら、まあ、そこまでしてやるほど大きな問題はないだろうっていう話にどうしてもこう、うん、僕たちも説得されているんだけども、で繰り返しなんですけど、うん、国政に対する批判能力は日本のメディア総合的に弱い、うん、で本来であれば金が余ってる、僕が、うん、あのちなみに今日ね宿題でやってた遅れてた原稿もそういうようなことを書いてたんですけど、本来であれば金持ってるネット企業がやるべきなんですよ、うん、なんで全国に支社も作るのもね、よく考えれば、うん、ヤフーがやれいいんですよ、うん、言うたら、うん、あいやだってすごい売り上げ上がってて、うん、まあ、Z ホールディングかなんかに、まあ LINE、うん、今度は LINE の問題が出てきちゃったりとかして、うん、そうこけてるけど、うん、でも一番金持ってるのは、うん、まあ、別に楽天でもいいんだけど、うん、ネット企業なんですよ、うん、やっぱやんない、うん、なんでかっていうと、うん、やっぱりねその取材紐を作って、うん、で人材育成して人をはっつけて定期的に回してうんぬんっていうのは費用対効果が悪すぎるんですよね、うんうん、でそれからもっとやっぱりローテクの時代で、うん、その情報の希少性が高くて市場価値が高かった時代にその新聞社が一生懸命全国に支局作って取材してなんかやって、うんうん、でテレビぐらいまでペイしたけど、やっぱネットの時代にさペイしないんですよね、うんうんうん、だ言い方変えるとその支局網と人材育成っていうのはもう市場原理では回んなくなってる、うんうんうん、なので NHK じゃなくてもいいんだけど、うんうん、やっぱねある種の公共財としてそういったものを見直した方がいいんじゃないかっていう、うんうん、こういう抽象的なところまでは行くんだけど、うんうん、これを具体的でディテールまでとかその改革 の、 あの、うん、既存の路線まで乗っけていこうとするとね、ちょっと僕もね手が出ないんですよ、そういう公共財である全国取材も維持しつつかつ改革をするって両立をする最適解がなかなか見つからないという、そう最適解が見えてこない、でさらにその改革までね、うん、もうさっきも言った通りなんかいろんな規定路線があって、うん、過去のなんか何とか委員会でここが決まってるとか、うん、あとさっき言った通り NHK の問題っていうのはこの放送の問題のごく一部なんですよ、うん、だって電波のあり方については別の分科会があり、うん、それからこの全体を取り仕切る親会っていうのがあるんですよね、うんうんうん、とかがあって、うん、僕らもで僕はその分科会しか入ってないから全体像よく分かってない、うん、資料は一応読んでるんですけど、とかね、なんとかかんとかってね、うん、でそれからネットの問題とこの放送の問題って基本的には、うん、遮断されていて、このネットそれから通信の問題は別にあるわけですね、うん、今回 あの NTT とかが出てきた通信の問題なんですけど、うん、これ実は切り離されてるんですよ、うん、別の問題、うん、でこれは総合的に扱える人っていうのは多分日本でもね指折りしかいなくて、実は総務官僚ぐらいしかいなかった、うん、なんか一つ聞いてると全くその通りなんで、まさに総務官僚にすごい説明されている政治家みたいな気持ちになってきてですね、これ先生できないんですよみたいな、そうなんですよ、総務官僚に説明されている野党の政治家みたいな、もうなんか だんだん頭が痛くなってきたんで分かった、じゃあちょっと改革が無理だなみたいなそういう気持ちになってくるね、これね、でもね切り込んだ方が絶対、うん、でやっぱりポイントは何かっていう繰り返しなんだけれども、もともとじゃあ何のために報道っていうのはあんのか、ジャーナリズムってあんのかって話で、やっぱり権力に監視する何かそのね独立的な主体はいるんじゃないかってことなんです。いやだからやっぱり非常にシンプルに言うと、日本ってそもそも検閲とかなくても忖度の国なので、そう忖度の国なんですよ、あのちょっとした行政指導とかちょっとした免許制があるだけでも勝手に自分たちで検閲していくわけですよね、うん、そうで日本においてあの権力批判っていうのが健全に機能するためには、やっぱり完全に政府からあの政府の何の免許も必要ないし何の管理もないっていう状態にまで自由にしないと、そうそうそう、とりあえず私たちは一応免許を与えます、うん、検閲はしませんっていう状態だと勝手に自分たちで検閲すると、だからそう考えると今の NHK でやっぱり権力批判ができるととても思えないわけですよね、うんうん、いくら検閲しないと書いてあったとしても、そうなんですよ、ところが
その権力監視の先っていうのは必ずしも国政で、国政はかなり難しいんじゃないかと思うし、僕の肌感でもそういう感じがする、うん、だけど例えば事件ものとか、うんうん、それから企業の周りに対する監視っていうのもあるわけですよ、うん、でそういうものに対しては、うん、あとそれからそのなんていうのかな、息の長い取材とか、うん、NHK はねすごいコストかけてるんですよね、うん、でこれをこういうことをやってるのは、うん、NHK を除くと他ないんですよ、うん、だから NHK を弱体化させることっていうのは、うん、やっぱりねこのコストがかかる報道から弱くなっていくんじゃないかと思うんですよね、うん、役割分担があるって話です、うん、その NHK はそういう国政批判以外のところをやればいいと、で国政批判に関してはネットメディア、つまり文春法をヤフーニュースで配信がいいみたいなことになりません、うん、今そういうことですよね、でもね、そういやで だからもっと健全に言うならその支局もね、うん、そのヤフーとか貼りゃいいんだけど、それでも絶対やらないじゃないですか、リコストがあるから、ね、文春法配信じゃないですか、いやでだからそこに対する問題で言うと、例えば固定電話網みたいなね、そのあまねく、うん、その通信インフラを維持するために、今あの携帯電話料金とかになんかあの固定電話を維持するためのインフラコストが取られてるじゃないですか、だからああいうものを使ってその全国の支局網とかああいうものをねなんか維持する仕組みとかやってもいいけど、でもこれはこれでなんていうのか、そのなんていうのかな、国営放送網じゃないですよね、そうなんですよ、そんな感じがしてくるから微妙だと思うんだけど、あとはね新聞社をまあヤフーか楽天か買うとかね、でもそれは単にコスト上で切られて全国網がなくなるとオチになると思いますけど、あ、いやまあ、それを買い支えるか、うん、まあ、なんかこうね、あとねそれから NHK を通信社みたいな、これちなみに僕電波みたいなことなんだけど、その検討分科会とかでも、うんうん、あのコメント議事録に残してるし、うんうん、それからなんだっけな、なんかの原稿で書いたことがあるんですけど、 NHK を通信社にするとどうかみたいなことをね書いたんですよね。だからコンテンツを、うん、もっといろんなネット事業者とかも含めて自由に使えるように、ね、うん、出していくといいんじゃないかっていう、しかしこうどんどん現状維持からほとんど変えにくくなってくるような話にどんどんなってきてですね、うん、いやだから繰り返しなんですけど、うん、NHK を弱体化させるっていうことが、弱体化させたいわけじゃないんですよ、そうそうそう、だから予算カットとかでしょ、つまりだから、いやそういうふうに政権に対する距離感をどういうふうに担保するのかっていうことなんですよ、透明性を上げるか、別に予算はアップしてもいいんですよ、そのためだったら、うん、で NHK で影響力圧倒的にあるので、ちなみに、NHK の予算は総括原価方式という、あの水道とかと同じような考え方を使ってて、うん、はい、一応ねかかるコストを積み上げて、うん、それで年間の予算を決めて、うん、それで受信料水準も決めるっていう考え方なんですね、うん、いやもちろん予算に関しては分かるんですけれども、どうで、まあ、この話が、ね、NHK に関、あの、まあまあ、NHK の改革の難しさについてかなりあの議論が進んだわけですけど、次のスライドに、そうですね、行きましょう、でも難しいですよ、難しい、次のスライド急にでもね、あ、でちなみにね、はいはいはい、あの、はい、さっきからコメントとかね、はいはい、テレビ見なくなるのがいいとか書いてあるじゃないですか、はい、でネット見ればいいみたいな、でさっきも言った通りネットの事業者はそもそも取材も持ってないから、うんうん、自前の取材はしていない、うんうん、あ、まあ、原則としてですよ、うん、でそれからそのなんていうのかな、すぐに、だから文春法もあれはすぐ成果が出るっていうか、その大ヒットするものを指しにいってるわけですよ、例えばその障害持ってる人のドキュメンタリーとか、うんうん、なんていうのかな、それから数字出れないけれども長い目で見ていいコンテンツは作りにくいだろうっていう構造的に、そうそうそう、それはもちろんそうで、ね、だから単にテレビ見なくなりゃいいとか、うん、ちなみにテレビの非接触率っていうのは逆右か、うん、右肩下がりになってて、うん、若い人たちの非接触率はとても高い、3割ぐらいが非接触、うん、あの非接触なんですよね、西田さんはね、自分のお自身のスライドも消費しなきゃいけないんで、こっち、まあ、あ、いやもう僕のスライドも先取りして言ってるから大丈夫、はい、そうなんですか、まあ、でも後でもう一回スライドで今の話まとめてもらった方がいいと思います、でもとにかく NHK の改革が、はい、はできないっていうことが今示されましたよ、そう、僕の番組は、ね、まさかこういう番組になると思わなかったんだけど、いやなんかすごいなんかね、政治家の気持ち、 NHK はもう絶対自由になれないみたいな、政治家ってこんな気持ちなのかなと思ってね、うん、総務官僚がなんかすごい段ボール何箱持ってきてね、ちょっとこれの資料によるとみたいなね、ちなみに、はい、2時間で受ける資料とかうん百枚とか で、ね、それをねドワーとかって思われて、官僚そうですね、みたいな、うん、そう、でもそれ追体験させられてますね今ね、あ、でもこんなのねかいつまんで説明しても、でもね、はい、まあ言うたらね総務省の人たちってね説明うまいんですよ、はいはい、ビシッとね、これだから死ぬほど多分政治家とかに説明してるからだ、うんうん、もちろんね官僚はそうなんですよ、教科書とかね資料を読むよりね一番わかるのはね彼らの説明なんですよね、うん、まあそれはね、びっくり、
じゃあ官僚その達人、ね、まあ、しかしあの物事ってやっぱり当たり前だけど何でも理由があって今の形になっているのでそして当事者っていうのはその理由を説明当然できるわけで、あの何かを改革しようと思ったら必ずなんていうか今の状態にしかなり得ないんだっていう説明は無限に出てくるわけですよね。で日本って基本的にそういうあの、まあ、言うまでもないだけど、あのそういうその説明がうまい官僚たちが大量にいることによって改革がまあ遅れ続けている国でもありますよね。だから菅がそれに切れた結果は人事権行使し始めたわけでしょ。あれならまさに相手が総務官僚だったわけじゃないですか。そうそうそう、でうるせえみたいな、俺は人事権行使するぞってやった結果菅がなんかこうピシッと切り込んだ雰囲気になっちゃいますよね、これだと。いやだけどね、この理屈が踏まえないと結局放送法で、放送法ってとにかくねがんじがらめなんですよね、いろんなところが。菅はなんかいろいろ言うけれども俺はやるんだからやるんだみたいな、人事権行使しても断固従わせるみたいなノリになっちゃったわけですね、それで、うん、でも結局のところ、例えばこの NHK とかも最低限の改革しか進まないわけですよ、うんうんうん、うん、まあ、NHK の研究会社は分かったので、ね、まあ、だから、ね、NHK の改革っていうのもだから、ね、NHK を例に出してますけど、うん、要するに総務省が扱ってる通信、放送行政っていうのは、うん、多分僕の直感では一時が万事この調子なんだと思うんですよね、うんうんうん、いやでだからたまたま僕は今やたらと、ちなみに今話した内容っていうのは全部ね、もうあの議事録とか資料とかも出てるから何もあの何秘密のものってないんですけど、うん、一時が万事この調子なんだろうなと思うという片鱗をお示ししたようなところですね。菅の評価が上がってるな、タイムライン。それはまずい。上がらない、上がらない。何にも上がらない。でちょっと3番目はですね、3番目いきましょう。3番目でもね、はい、急に今日俗な話になるんですが、はい、いやこのねシンプルバカなのの一つの特徴として、まあ、こう専門知と総合知の架け橋というかですね、うん、まあ、西田さんが専門家として、私がある評論家として、まあ、なんかこう実際にそれぞれの、ね、もちろんそれ大体役割分担なので、そんな明確な話っていうわけじゃないんですが、それこの本の特徴として、まあ、最近だとまあ右だ左だとかね、特定の専門知から語るっていうのはすごい強いんですが、ざっくりと社会全体を、まあ、今言ったような話、あらゆるテーマにわたったことをそれなりの水準で喋るっていうことで、実はあんまり最近されてなくて、でそういったのをやっている、ある意味ではまあ復興的なんだけれども、すごい重要な仕事をしている本だと、まあ私は勝手に自分では思ってるんですけれども、でそういった面だと最近起きたね、まあ、あのこう御座さんの問題っていうのがあって、まあ、ツイッター見てる人にはじゃあちょっと分かりにくいかもしれない、御座雄一さん応仁の乱で、まあ、一世を風靡したあの歴史家がいて、でつまり専門知でそういう百田直樹みたいな俗説をバシュッと切るということですごくこう人気を得たんですけれども、実はこの御座さんがツイッターの影アカウントですごい女性蔑視的なツイートをしてたってことが発覚し、謝罪に追い込まれたっていう、まあ、事件があるんです、端的に言うとね。でそれでね、まあ、それ、まあ、そういうなんか専門知だけでバシッとやって他の部分が雑っていうのはやっぱり問題だっていうことが一つ言いたい、つまりあの他の問題に関してもそれなりの水準に喋れる人じゃないとやっぱりいけないんじゃないかなと思った、それ専門知だけで全てを語るのはやっぱりまずいんじゃないかと思ったこの事件の一つと、でその結果じゃあ別の議論ですよね、今回つまり何か正義というか正義の棒みたいなので相手を殴ると自分に跳ね返ってくるというか、それ今回後藤さんがこれによってまあ退場したとしてもですね、他の新しい正義の棒が現れてですね、それで相手をまた殴るようなスタートしては意味なくて、まあ、つまり人間自体がこうすごい限界があるので、その正義みたいなものを振り回すと必ず自分に跳ね返ってきますよという、まず一つは総合値が大事だっていうことなんですが、もう一つはその我々は正義と一体化できなくて、なんていうんですかね、つまり例えばその表向きは例えばある意味人権派って言われたジャーナリストが自分の会社ではすごくハラスメント三昧だったって話がありましたけれども、正義を掲げてるけれども実際は裏では単なる自己顕示欲だったり出世願望だったり欲望を満たすためにやってるっていう、人間愚かでそういうことやりがちなんですよね。いやーそうですよ、ですよ、ですよね、ですから急に同意が得られましたけど、で急にねいい感じになってますけれども、いやそれだから正義自体は大事だと思う、人権重要ね、フェミニズム重要、専門知重要、ただそれを操る人間の側に問題があるって視点をやっぱり持たなくちゃいけなくて、この人は今正義を振り回しているからってことでその人を全面賛美すると後でしっぺ返しくられますよってことが言いたいわけなんです。 ですからこの本っていうのは総合値が大切であると同時にある意味正義に対する躊躇っていうのがあったと思うんですよね。それなんかこうハンガメーうわーって盛り上がってることにちょっと引いてるわけで、それに対してどっちもどっちの論だって言われましたけど、僕はいつもそう言われてます、それはでも正義への躊躇ってことだと思うんです。その正義ね大事ですけど、僕そんなにもちろん正義は大事なんですよ、自信がない、正義は大事なんだけれども、でも正義の人っていうものに対しては疑問を持たなきゃいけない、そんな人間が正義にいないないから、いや僕もねやっぱその手の、いや例えばね人の批判とかさ、まあダメな人とか悪い人っていっぱいいるじゃないですか、そ知らないって人だしね、それなんか事情もあるのかもしれないしさ、ネットには出てくるけどそれあくまで片鱗でしょ、でもうそんな
なんていうのかな、論外なんだけど、なんかね、そんなに断罪するだけのね、自分に自信がない。そんなにいいもの。俺がこうやって喋るとそういう話になるんだけど、うん、でも世の中でそういうのすごい強いじゃないですか。でも不思議ですよね。いや不思議です。だから我々はそうじゃない対話がここにあるんですよと示したかったんですよね。だから私序文でそういうこと書いたんですけれども、つまりなんか総合値と、まあ、ある意味正義のためらいみたいなものですよね、まあ、正義のためらいって言い方してませんが、そういう反安倍で盛り上がっていることに関してちょっと距離を取って世の中を見ること大事なんじゃないですかってことを書いてるっていうのは、だからそういうモデルケースにしたかったんですよね。世の中のそういう流行っている何か正義の棒で相手をボコボコ殴って勝利だっていうのとは違った知の在り方っていうのを示すモデルケースにしたいっていうのがこの本で、まあ、今回たまたま後藤さんの事件から直前にあったので、まあ、それをこう、まあ、きっかけにしてそういうことをちょっと最後に言いたかったっていうのが私のプレゼンなんですよね。いや全くこう僕は今日司会なんであんまり喋らないんですが、それもあって今日これ無料放送にしてるんだけれども、これ単に新プロパガンダ論の宣伝をするっていうだけではなくて、やっぱりこうしらすにしてもニコ生にしても、まあ、有料放送だからこそ自由に喋れる、で、なんていうかある種ポリコレ棒みたいなものを振り回さずに済むっていうところはあるんだけれども、やっぱりそのもっとこの言論のスタイルの、社会にの分析というか時事分析みたいなものっていうものをもう少し多くの人に知ってほしいなと思っていて、だから今本当に一方で保守の YouTuber たちがいっぱいいるわけですよね。で他方リベラルの人たちっていうのは今度大学や Twitter に結構閉じこもっていて、今度その人たちはまさにポリコレ棒をブン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 振り回してるわけですよ。でこれ大変不毛な世界になっていて、もっとやっぱりこうなんていうか中道的な対話っていうのが必要だと。ところが他方でそのテレビの討論番組っていうのはもう全然そういう機能を果たしていないので、まあ、見てないんですからね。で、まあ、もうそもそも時間のかけ方も全然鈍いし、もう短いし討論できないって言った時に、まあこうある種の言論がやってるような、そしてこの新プロパガンダ論に帰結結びついたような西田さんと辻田さんの対話っていうのを、まあこう1個こういう形で無料で配信して、まあ、もしかしてこれからもやるかもしれないけど、少しこういうスタイルのなんか政治とか社会の語り方っていうのがあるっていう1個のモデルになったらいいなと、まあ、そういうこともあって今回無料で配信させてもらってるんですけどね。昔はでもねこれが普通だったと思うんですよね。そうですね。ここ数年やっぱり急速にやっぱ出版不況だとかいろんな問題があるのかもしれませんけれども、急にこういう総合的に語るってことに対する、まあ、もうほとんど誹謗中傷に近いようなものっていうのが蔓延してしまっていて、で特定の正義から相手をボコボコにした方がこうかっこいいんだみたいになってしまったんですけれども、そのある意味、まあ後藤さんがそうだったかともかく彼はシンボルであったと思うんですよね。それがすごいこう今回こういうことになってしまったっていうのは、まあ、もう一回総合値みたいなのを見直すきっかけになればいいなと個人的には思ってますけどね。あとね、まあ、正義との兼ね合いでいうと専門知ってのは頻繁に間違うし、それを修正していくことに対して躊躇がないはずなんですよね、本来ね。だから専門知ってのは何かを断罪するためにあるわけじゃなくて、なんていうのかな、例えば仮説が提示されて、いやそれに対して別の分析をしてたら違ってた、でそれで発展していくんだから、それでいいはずなんですよね。いやだからね、例えば NHK のさっきの僕のざっとした話の中にも、僕は一応一通り勉強したつもりではいるけれども、例えば放送法の専門家から見ると間違ってるとかあるかもしれないけれども、それに対して仮に何とか法の解釈が間違ってるってあったら、あそうっすねで済むんですよね。で本来専門知ってはそれでいいはずなんだ。だから私も専門知を否定してるわけじゃなくて、専門知と総合知が相互に手を取り合える関係が社会を良くするよねって話をしていて、でこうマウンティング合戦したいわけじゃないんですよね。でそういうのが昔はそれこそ総合雑誌の座談会ってそういう役割をしたんだと思うんです。いろんな昔は雑誌があったので、そこで専門家がいたり評論家がいたりっていうことで、まあ、相互の信頼関係ができて社会を良くするのか、まあ、テレビの討論番組もそういうことをやってたと思うんですが、まあ、そういうのがどんどん痩せ細っちゃってなくなってしまってるんだと思うんですよね。で仲間内で相互に固まってしまって、こう相互に承認し合うようなコミュニケーションになってしまってる、まあ、だからこの後藤さん問題っていうのはあんまり掘り下げて語ってもしょうがないことなんだけど、ちょっとまずいなと思うのは、あの人はあの人をフォローしてるから仲間だろうとか、あの人はあの人のツイートをいいねしてるから仲間だろうっていうタイプの話になっていくと、もう、まあ、例えば
あの例えば辻田さんが百田直樹をフォローしてるかどうか分かんないけど、うんうん、あのそういうこうウォッチみたいなものも許されなくなっていくというか、だから百田さんのタイムラインをあなたはフォローしてるじゃないかと、うんうん、そして彼のヘイト的な発言をあなたは黙認してるじゃないかっていうことになっていくとですね、うんうん、あのもう本当にそれぞれみんな自分たちの仲間で、うんうん、あの集まることしかできなくなるわけですよね、うんうん、で本当にインターネットってまさにあの様々な人があの立場に関係なくいろんな情報にアクセスするためのテクノロジーだったのに、人間の方がお前あいつ あのなんていうかツイートを見てるってことは向こうの仲間なのかってことをやり始めたら、これ全く技術のいいところが消えていくわけですよ。でそういう意味であの SNS っていうのがいろんな人をつなげるかに見えていたけれども、あの人間の側がそれをもうあのむしろ人間の側で断ち切るっていう動きが今どんどん出始めていて、まあだからやっぱりあのもう一度言葉っていうのが人をつなぐものだっていうかね、そういうところの原点にあの戻ったまあ対談というのをやっていきたいなと。でまああのこのまさに新プロパガンダ論っていうのは、まああのまあ、随所に宣伝を挟んでいくわけですけど、そういう対談として、まあ、作られているので、うん、ぜひ皆さんも買って読んでほしいと思います、うん、こういう対談がもっと増えればいいですね、あの、うん、昔ながら今そういうの忘れちゃってるんですよ、多くの人がね、うん、これの良さみたいなのをね。それにあとあの、こういうふうに言ってると西田さんと辻田さんがすごく同じ意見でずっと喋ってるに聞こえるかもしれませんが、ね、これの全然そういう本ではないのでびっくりするぐらい違いますね。結構対立してるんですよ。さっきのだから NHK 問題を見てもらえば分かる通り、うん、西田さんと私は結構、ね、もっと NHK とかゴンゴン行けばいいんだみたいな感じで言うんですが、うんうん、西田さんがそれにあのこういろんなエビデンスを出してっていう感じなので結構対立してるんですよね。西田さんはねもう内なる総務官僚がすごかった、うん、今日はそれが分かりました。今日すごかった今日なんか今日内なる総務官僚がもうだから乗り移られたみたいに喋ってたもんね。こっちはうちある N 国みたいな、ね、そうそう N 国じゃないけど、そうそうNHK 切るみたいな、ね、いやもう別にそう NHK の仕事してないからそれはないんですよね。いやだからあちなみにね新聞社とかも、うん、あまあそう、ま、やめよう、うん、これねあの基本的にこの YouTube 番組はちょっと2時間を過ぎたあたりので1回終わろうと思ってるので、はい、とするとだから2時間ってすごい短いね、まあ、そうもう1時間半経っちゃった、うん、あ本当だ。西田さんもだから西田さんのスライドに関してプレゼンそうやりましょう。行きましょう。ああそうかそうか。もう完全に。というかだからあの本当に知らずとか言論に体が慣れていると、ね、あのなんか、ま、なんかこんな感じになっちゃうんだよね。ぜひ今回無料なのでですね、はいはい、言論ってこういうところでこういうことやってるんだっていうものを感じてくれればと、はい、ただあの無料番組だということもあるので、うん、まあとりあえず2時間ぐらいで1回これはまとめます、うん、そうです、はい、ね、はい、僕はね、まあ、この本の僕あ、まあ、この本に限らず僕がさっきの NHK の問題で、まあ、ジャーナリズム重要だみたいな話をしてた時になんでかみたいなところのちょっと抽象的な話をねぶっ込んでいきたいと、うん、思って持ってきました。はい、放送にスライド映してください。はい、映ってますかね。はい、で、僕がこの間思ってるのはイメージが政治を動かすっていう問題にずっと関心を持ってるんですよ。うんうんうん、で、まあ、有権者が知識や論理に基づいて理性的に政局を認識することができず、また政治も印象獲得に積極的に取り組むことでイメージによって政治が駆動する状態みたいな書きぶりをしてるんですね。で、まあ、ちょっと小さくない？そうね、ちょっとね、そう持ってきた、ね、異様な小ささ。そう。僕のスライドっていつもこんな感じでねすごい評判が悪いんですけど、まあ、そういうことを思ってるってことなんですよ。で細かい話はまあいいんですけど、もっと字でっかく作った方がいいよこれから。そうなんですよ。いやで、あでも急にポンチェポンチェ言うた言うた、これがこれでも官僚っぽいんだよ。でなどういうことを思ってるかっていうと、これね、この嫌われがちなんですけど、うん、社会学者って循環的なあの構図が好きなんですよね、うんうん、でだからどっから見ていただいてもいい。でだから差し当たり社会の側から見てもらうといいんだけど、うん、まあ、その社会の実態変わっていきますよとか技術が変わってきますよとか何かあって、でイメージが政治争点として政治システムに入力されていきますよって見てるってことなんですよ。でこれ例えば具体的に何のことを言ってるのかっていうと、保育園落ちた日本シネブログとか思い出してほしいんですよね、うんうんうん、で一昔前だと、まあ、その匿名で書かれて書き手がいるのかいないのか分かんない問題って別に政治イシューにほとんどならなかったわけですよね。その通りね、うん、そうでこれまさに2010年代的で安倍政権的な問題だと思ってるんですよ、うんうん、でだけどあれは、まあ、そういった匿名ブログが国会議員の手によって、まあ、山本しおりさんかな、うん、が持ち込んだことによって政治システムに入っていきなり動くわけですよ、うん、子育て環境の改善、うんうんうん、だけどよく考えてみれば、保育園の不足とかずっと言われてたわけですよ、待機児童問題っていうのは、うんうんうん、だけどこのイメージ一つで動くような状況になってる。でそれを受け止める政治システムがどんなものがあるのか、うんうん、どんなその
状況の変化があったのかっていうと、まあ、政治力学の変化もあっただろうと。政治力学の変化っていうのはその安倍一強的なものですよね、例えばとか、それから小選挙区制の導入とか、それからまあそのなんていうのかな、こういう SNS 時代に過剰適応したポピュリズム政党みたいなものとか、ね、これ左派右派問わないっていうことですよね、とかあって、でその政治システムの側もで、ここで政治システムってまあざっくりしたもので、行政と政治について明確に区別してませんけど、こういった政治システムも、大文字の政治みたいなものも社会に対して新しい政治イメージを打ち出すようになっていったと。だから例えば何なのかっていうと、自民党が憲法改正についてこんなポスター作ってますね。憲法改正の主役はあなたです、だけど何を改憲するのかとか、それからそうですね、改正すべきか否かみたいなことで何も言わない、憲法改正の主役はあなたですということだけ言うみたいな、で、まあ、そういうものを発信していくようになっている。でこれちなみにポスター1枚になってるんですよね。でこういう状況がぐるぐる回っていって、こうイメージ政治の景気って書いてるんですけど、まあ、そのなんていうのかな、イメージで政治が動いてしまうような状況っていうのが、まあ、その固定化してるんじゃないかと思ってるってことですね。でこれは当然良くないことなので、これを読み解く、でさっき その NHK の話でもいいし、メディアやジャーナリズムの話に持っていくと、これを読み解く主体をどうやって持ち込むのか、そのジャーナリズムをどうやって現実的なものとして導入することができるのかっていうことを考えてると思います。ちなみにこのイメージ政治ってどういうふうな影響があるかっていうのは、これ客観的に計測できるんですか？いや、こういう事象が起きているというようなことを示すことはできるんじゃないか、まあ、概念的なものですね。でこれ例えばどういうふうに応用させていくのかっていうと、コロナの問題とかにも同じように考えていて、これちなみにそうなていうかイメージ政治とか言ってんだから、もう少しこうさもっとこう、いや、ね、パワーポイントの、ね、あとなんか白い雲にさあれ見えないんだけど、マジでちょっとこれ、まあ、そのうちなんかでね、ちょっとイメージ政治をもう少しちゃんとやってよ見えない、こっち見た方が早い、読んでください。そうそう、まあ、これもね、そうそう、新プロパガンダ論にも持ってってるし、コロナ危機の、社会学とかの僕の本の中とかにも入れてるんだけど、まあ、忘却と反復と不安定な脊髄反射的反応っていうのはぐるぐる繰り返されてますねっていうような、構図なんですよね。でここには、まあ、新しい問題と構造的な問題っていうのは2つ、まあ、存在してるというような 見方ですね。まあ、で細かい話はしませんけど、そうですね、でいろんなものが片っ端から忘れられている言っているっていう話で言うと、例えばそうですね、10年前の新型インフルエンザの話もそうだし、その後 の今回のコロナ対策でも使われている、新型インフルエンザ特措法をめぐる議論とかも全部忘れちゃっているとかね、リスクコミュニケーションとかクライシスコミュニケーションの重要性についても当時 その政府の新型インフルエンザの総括の文書の中にもリスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーション重要だって書いてある、で医療体制の拡充書いてあるんですよ。だけどそのまま10年間放置されてきたんですよ、みたいなことも政治行政システムの中でも忘れられてる。でそれからそれを記憶していたはずの、それから批判的に報じていたはずのメディアの側には資料があるにもかかわらず、だからこれ棚卸して報じるってことやってこなかったんですね。ちなみにパワポベタでね、まあ、ちょっとこれ言われるとそうなんだけど、サイズ間違えてるんですよね。でサイズ間違えたっていうのは何かっていうと、僕が普段使ってるパワポの、ね、サイズとね、違うサイズには発言してる。で横長コメントとコミュニケーションですね。まあ、大丈夫です。でこの問題に関して言うと、コロナに関しては、もうそれも議論する時間もないんだけど、そうです、ね、僕やっぱりこれにサイエンス、科学者の情報発信っていうのも今回このイメージ政治の中ですごい重要な役割を果たしたと思うんですよ。で本当だったらば、このイメージ政治の、まあ、イメージってこう僕も不安になったらあなたも不安になる、それがまた戻ってきて不安になるみたいな、循環を持ってしまうので、そういう、こうネガティブフィードバックみたいなものっていうのはある種止めるものとして科学が機能しなければいけなかったんだけれども、残念なことに今回ある種の方々が果たした役割っていうのは、むしろより恐れなさい、より不安になりなさいっていうメッセージだった。で僕これはすごく良くないことだと思ってて、っていうのも震災の時にね、東日本大震災の直後に、例えば早野龍吾さんとか、ああいう方々が果たした役割っていうのは、恐れなくていいですよなんですよね。でむしろそれは後御用学者とか言われて、また別の問題が起きましたけど、とりあえずあの時に物理学者とか科学者と言われてる人たちがこう発信した情報っていうのは、恐れなくていいですよだったんですよ。だからこのそのまさに不安の感染の不安をこう止める役割をしてたんだけど、今回もっと恐れなさいって言ってしまったことによって、科学者自体がこのイメージ政治の中に巻き込まれて、この
なんていうかな、つまり科学っていうのがイメージの外にいることができなくなってしまった、うんうんうん、で僕やでこれあの今回の今最近話題の医療崩壊の問題でも実はそうで、もちろんその医療崩壊っていうのも、まあ、あの我々止めなければいけないことでもあるのだけれども、同時にその医者たち自体がこう医療崩壊を恐れなさい恐れなさいって言ってしまったことによって、その彼ら自体がなんかこうそのイメージ政治の一個のエージェントだっていうふうになってしまったし、また国民もそう思ってしまったわけですよね。だから本当はこのイメージ政治っていうのに科学者の発言はあんまり巻き込まれていけなかった、巻き込まれてはダメだったと思うんだけど、今回やっぱりそれがあの巻き込まれちゃったっていうのが大変こう不幸なことだなと思いますね、うん、2点付け加えてもいいですか、うん、一つはね WHO の僕あのコロナ危機の社会学読むときに、うん、WHO が出している報告書片っ端から読んでたんですよ、うんうんうん、あのこれ面白くてもあの感染いや面白いっていうかね、まあ、あのこれ読まれてましたね結構ね、あの官僚的なんだけど、感染症におけるリスクコミュニケーションって同じフォーマットで毎日同じ文章を出していくっていうところにあって、うんうん、でそれ読んでるとそのリスクコミュニケーションの問題について何書かれてるかっていうと、今東さんが言っている不安の問題を出すときには必ずポジティブなメッセージをセットにして出せっていうことを WHO は言ってるんですよね。で過剰に安心させてもいけないし、過剰に不安視させてもいけないから、これはセットで出す、ついでに定量的なデータも出すべきだっていうことが書いてある。で我々の社会においては、まあ、医療関係者もそうだし、あのメディアもそうだし、でメディアはやっぱりワイドショーの問題が大きくて、どこでもねそういうそのうまくセットにしたコミュニケーションで出されてなかったと思います。でもう一つ気がついたことって何かっていうと、でこの間医療関係のリスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーションのテキストを、まあ、ちょっと読んだんですよ。そんなに、ね、真剣に読んだっていうことでもないんだけど、まあ、何冊かで読んでみたんですよね。で僕一応本業はあの文系的なメディア研究者っていうことになってるじゃないですか、うん、でいわゆる実証的なメディア研究っていう分野についてはそれなりに理解してるつもりでいたんですよ、うんうんうん、だけど全く違う医療の世界における医療コミュニケーション、リスクコミュニケーションの世界っていうのがあるっていうことが分かって、うんうん、何が面白いかっていうと、医療関係におけるリスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーションの世界っていうのは定性的に把握され実証的に検討されたコミュニケーションのモデルなるもので構成されてるんですよ、うんうん、ところがそれは完全に英語圏で、つまり査読とかが通ってる論文においてどれだけ実証性があるかみたいなものでできてるなんかメディア論の世界があるんですよ。だからなんかコミュニケーションのなんとかモデルみたいなものがあるんですけど、あって、でそれはアメリカのなんか有名な査読誌に通っているみたいなものなんですね。ところがそのモデルっては当然のことながらアメリカのそのモデル、あのアメリカのメディア環境を前提にしてるはず、英語圏を前提にしたものなはずなんですね。で僕が直感的に思ったのは、日本におけるコミュニケーション空間はそうはなってないっていうことだと思うんですよ、うんうんうん、例えばさっきの NHK の問題とか、それからアメリカのメディア環境は特殊だって話をしたことがあるように、アメリカのメディア環境と日本のメディア環境ってかなり違う、それから文化的な素養も違う、といった時に英語圏で検証されたコミュニケーションのモデルっていうのを日本に持ってきた時にうまくいくかっていうのはちょっとよく分かんないなと思ったわけですね。でだけどそのことについて十分検証されないままに、日本におけるリスクコミュニケーションのあり方みたいなものがあの医療関係の専門家の人たちのところで議論されていて、政策でもっぱら参照されているのもそこだっていうような気がしましたね。だからそれはまあ具体的にはあの情報発信の仕方とか、どういうところに先に情報を届けるかっていうことが、あの日本ではアメリカモデルに基づいて行われているので効果的ではないと。アメリカモデルというかね、その英語圏でのメディア環境を前提としたらざっと読むとね、そう読めるようなモデルを中心に考えられている。もう少しあの具体的に言うと、そのアメリカモデル、アメリカのメディア環境を前提にしたって言ってたけども、それは日本のメディア環境とどう違う？アメリカとメディアでは、アメリカと日本では、例えば、日本を除くと、ちょっと乱暴に言ってしまうと、ネットを中心にしたコミュニケーション空間がすでに存在しているっていうことだと思いますね。日本では諸外国においては。で日本の場合、例えば去年の夏に、総務省が出した、新型コロナウイルスに関する情報流通調査っていうのを7月かな、に出してるんですよ、でそれって、まあ、ちょっとこれもなんていうかとてもユニークな報告書なんですけど、見てみると我々の社会において、コロナに関する情報どこから知りたい、ちょっとね順番はっきり思い出せないんですけど、民放と NHK と政府広報なんですよ、
だネットメディアもとか新聞が、ね、入ってこない。よく見聞きするのはそれらなんだけど、信頼しているのが今の3つなんですよ。ちょっと繰り返す、うん、まあ、つまりすごいシンプルに言うと、日本ではネットってそもそも信用されてないから、ネットで情報発信してもダメだってこと。そう、なるほど。ヤフーニュース大丈夫なのかな、日本は。いや、そう、びっくりするのは、民放と NHK と政府の発信なんですよね、うんうん、新聞も抜けるんですね。そう、新聞もね、トップ3に入らないの。みんなヤフーニュース、高齢者はみんなヤフーニュースを見てるんだっていう説はどうなったの？ あれはそうでもなかった。ヤフーニュースは頻繁に、見ている媒体には入ってくるんですよ、ね、だから信頼できる。でも所詮ネットメディアだと。でも所詮は信頼してないんだと、うん、そう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 。でも民放 OK なんですよ。民放 OK で、だからこれとても不思議なんですよね。そうですね。そう、だからテレビっていうのがすごい信頼されてる、ね、そう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 。で、新聞はね、やっぱり影響力はね、ネットで、この調査ネットも含めてやっていうよりもね、はい、ネットを1週間に1回以上見るかなんかの、うん、人が対象、だネット調査だから、うん、そういう人を対象にやってるのにそのありさまなんですよね、うんうん、だから もっと平場で調査すると、うんうん、もっとそのなんていうのかな、古典的なメディアの、うんうん、だテレビの影響力が強い可能性があるんじゃないかと思ってますけど、うん、政府候補ってどこで知ってるのかしら。いや、ね、だ政府の発信っていうふうに書いてあるから、うんうんうん、ちょっとよくわかんないんだけど、でもそれはつまりすごい具体的に言うと、政府はもっとワイドショーとか対策をしっかりしろみたいなことですかね、うん、っていうふうに読めますよね、うんうん、だからなんかネットにその注力したうんたらじゃなくて、うん、もう長くに昭和的な、でもそれもな、でワイドショーにガン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 ファックスとか送って俺たちのデータでおなんか記事にしろみたいなことやったら、それこそあれでしょ、だからいわゆる政府によるいやそうですよ、ね、なんか検閲とかって話、情報統制、実際そういう事件もありましたよね、厚労省の、はいはいはい、アカウントかなんかがそのワイドショーの、はい、ワイドショーの間違いを指摘し、それ自体がなんか圧力なんじゃないかって言われたりとかっていう話が、でもそれ自体我々自体がかなり昭和的だっていうことにもなりますよね。そう、我々の素地がね、うん、そうで、これは結構だから、そうなんだ、そうなんですよね、なんかだんだんこう悲しい話になってきましたね、だんだんね、だって NHK は改革できないし、我々は昭和的だし、昭和みたいで、安倍政権の時はむしろなんか変な幻想があったけど、そうそう、安倍政権の時は変なみんな SNS かと思ってたけど、全部は世代だし、そうなんだ、そう、我々は昭和の構造からなかなか逃れられないっていう、だから昭和のね、ある種の呪縛なり、すごく真面目に言うと、おそらく80年代から90年代にかけて、日本は出版とテレビがすごい強いので、うんうん、で書店の数もすごく多いし、はい、テレビも他の多くの国と違って、うん、日本って完全にワイドショーとかからテレビ、うん、ドラマから何か全部内製化してたでしょ、はいはいはい、だから日本人は日本人が出ている日本人用に向けて作ったドラマを見て、うん、完全に国内でぐるぐる回し、あれすごい珍しい状況なんですよね。だからやっぱり80年代90年代のテレビと出版の、うん、成功があまりにも強烈なので、まだまだ国民の意識がついていってない、うんうんうん、ということなんでしょうね、うんうんうん、だから他の国だと結局そもそもがそんな例えば自分の国で自分たちが見るためのコンテンツを作ってる国ってそんなないんですよ、うんうん、そうですね、そうですね、大体この、外国からドラマ輸入してきたり、はいはいはい、音楽も外国から輸入してきたりとかってやってる、うんうんうん、でそういう国の場合やっぱりネットへの移行って当然早いわけで、もともとそのグローバルもコンテンツもグローバルなものをもともと消費しているし、テレビ自体が弱いから最初からこれインターネットで面白いものを探そうってことになる、うんうんうん、報道もそういうことだと思うけど、日本はやっぱりだから出版とテレビが強すぎたと。しかも その頃がまだ正しい状況だと思い込んでるから、そこに回帰しようとしてるわけですけど、そんなものできないのにやろうとしてるから、まあ、すごい無理がきますよね。で新聞社はまあ、アメリカ念頭において言うと、でも考えたら今でも日本はやっぱり大河ドラマとかがずっと話題だし、まあそうなんです、ね、いやだから朝ドラもそうです、ね、そうね、だから結局 SNS がどれだけ流行ってたってSNS で話題になってるのは地上波なんだよね。だって去年だったら半沢直樹とかでしょ。だってヤフーニュースで載るのだって朝ドラとかの記事だから。去年半沢直樹じゃない、半沢直樹は去年かな、2020年、うん、第2回目のやつ、復活した版の、うん、だから、それで確か九州の方では半沢直樹のが終わった直後にみんながトイレに行くから水道 の使用量が上がるとかっていうデータが出てましたよ。ありますよね、うん、いやでもそのでも水道局もそれを反映した上で水流すんでしょ、うん、だから2020年でそうなんだと。だからみんなが同じ時間にテレビ見るんですよ、うん、だから茶の間で、いや茶の間じゃないのかもしれないけど、全国で。でもそれびっくりよね、国民メディア的な発想がまだ残ってるんですね日本はね、うん、いやだから新聞社は世界アメリカなんかだとやっぱりニューメディアにね、対抗する、うん、してリストラ繰り返してきたわけですよ、うんうん。でニューメディアって何かというとケーブルテレビですからね、アメリカだと、うん、でケーブルテレビ事業者が強くなっていって、
いわゆるあのなんていうの放送事業者を買収していってアメリカと日本の新聞はほら不動産大量に持ってるせいであれ買いかかっていうのが遅れていて、メディア事業は大赤字じゃないですか、全部不動産で補ってるわけだから、なんか日本のメディアが持ってた、だってあの土地も国のからもらったお金そんなもんだわけですよね。だから払い下げね。だから結局政府とメディアが対立するように見えるけど、全て談合で、それがまさに昭和的なわけですけれども、その構造が日本にまだ残っていて、それがあちこちにいろんな影響を、日本がグローバル化しない原因を作ってますよね。いやしかし日本はね、やっぱりこの時代になっても文春法とか言ってるわけだけど、文藝春秋っていつ作られたあのメディアなんだっていうことでしょ。で、今だに芥川賞だし、文春法だし、で大河ドラマだし、やっぱなんか根本的に間違ってるのか、間違ってるのか、遅れてるんでしょうね。ヤフーニュースって基本的にテレビの話じゃないですか、基本的に数字取るってね。そうなんですよ。この間あれですよ、2日連続でモーニングショー出たらね、すごくて1時間後にモーニングショーでの発言が、あの茶のパカパカ来ましたね。あの記事はやばい。まとめ記事が出るんですよ、ね。いやで僕の本当にこのコロナ禍でね、あのすごく変なことが起きてると思ってて、はいはい、あのヤフーニュースとか見てると、はいはい、よくあの何々について三浦瑠麗氏発言とか、何々についてツイートだから平野啓一郎氏発言とかって流れてるじゃない。そうで、あれスポーツニュースがね、でなんであのツイートがスポーツニュースに取り上げられ、スポーツニュースから配信されてるのか全然わかんないんだよね。スポーツじゃない。ただ人々は三浦瑠麗のツイートを見ても反応しないけど、それがこうでもほとんど内容同じなので記事になったっていうことによって反応するようになるわけだ。あんなに大量に出るってことですよ、みんな見てるわけじゃないですか。あれね、不思議だよね。で何かのだからオーソライズって言っても別に本当は何もしてないわけですよ。でもそのなんかそのし新聞社を通ったっていうこの1回の経由だけが必要。でこれまあある意味サイトですよね。でもある意味でこれ非常になんていうか社会学的な問題だし、まあ別の観点で言えば精神分析的な問題だと思うけど、実質的な機能がないのに、単にこの引用されたっていう、この一回引用されるっていうこの回ることがすごい大事なんですよね、日本では。よくよく考えると著作人格権とかなかったかなとかね。だからもうやりたい方でしょ。同一性保持権とかないかな。実際 PV とかもすごい上位に来るから、あれだけでも多分なんか何百万とか稼いでる。キュレーションって言ってキュレーションなんかあれ全然されてなくて、平野啓一郎氏はと反応とか投稿って書いてるだけで、あの完全にコッペだもんね。そう、キレーションなんか何もされてないわけですよ。されてない、されてない。でだからでなんでこれが記事として意味を持つのかってさっぱりわからない。でもコロナ禍であの人々がみんなあの取材に出なくなっちゃったから、みんな SNS を巡回し、そうそう SNS を組み合わせることで記事を作るっていうふうにみんながあの支部としてしまったために、そういう記事が非常に多くなりました、ね、この1年間。ツイートしてる人自身もそれを踏まえておいて書いてるから、うん、そこで取り上げられて自分のアテンションを集めることにやってるから、もうだから共犯関係ですよ、ね、いやだからそういう意味でも SNS のあり方も変わってきてるんですよね。だからあのつまり新聞、スポーツ新聞に取り上げられるように SNS を書くようになってるわけですよ、ね、うん、全くそうですね。それはもう本当転倒した形ですが、まあ、ちなみにこれスライドはまだ結構あるじゃないですか、ね、はい、どうしようかな、はい、NHK 結構あるよ、結構すごい。いやいや、これねもう NHK の話なので、NHK の話だからやりましょう。あと5分なので、もう少し伸ばしても大丈夫ですが、9時15分ぐらいまで行きましょう。2つ考えてることを話しましょう、はい、NHK の話はやめて、はい、最近思ってってる。じゃあまたさっきのスライド落ち着いてください。はい、そうですね、この本の中でも新プロパガンダ論でも取り上げたし、それから僕のコロナ危機の社会学って本で取り上げた耳を傾けすぎる政府という概念を出したと、はい、これは別に政治でもよくって、そのインターネットもそうだし、その民意みたいなものに耳を傾けてる体を見せることで政治を動かしていく政府があるみたいなことがぼやぼやっと書いてるんですよね。で、まあ、そこだけこうなんかこう切り取った原稿とかが、そう去年のね、なんかあのまあいいや、中央公論書いた原稿とか結構取り上げられたりとかしたんですけど、それをもうちょっと細かく展開していきたいなと思ってるスライドがこれなんですよね。でこれ何かっていうと、左側のやつっていうのが定量的に把握される民意みたいなもので、右側が質的な民意みたいなものなんですね。可視化された民意っていうふうに書いてるんですけど、要はこれワイドショーでの論調とか、うん、SNS でのランキングってこれ質ですよね。だから質っていうのは何かっていうと、なんか例えばモーニングショーで否定的に取り上げたとか肯定的に取り上げたみたいな、これもう質としか言いようがないもんですよ。で左側っていうのはこれ例えば政党支持率とか政府支持率とか、なんかコロナの政策に対して賛成反対とか、そういうものっていうのは割と数字で出ますよね、ロバストな形で。でこれに股をかけてるっていうふうに捉えるとどうかっていうことを思ってるってことなんですよね。
でこの組み合わせっていうのは下の4類型に組み合わせから言うと、うんうん、まあ言えるわけです。世論調査上の民意が高い状態と可視化された民意が高い状態、うんうん、でこれはもう政治イメージがあの改善安定している状態だから特に対処する必要なしみたいな状況、うんうん、でこの4番目っていうのはその対極の状況で、うんうん、世論調査上の民意が低くて可視化された民意も低い状態でこれは政治イメージが悪化する場合、うんうん、不安定化しているような状態でその中間的な領域こそが考えると面白い状況じゃないかと思ってるってことですね、うん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 、それ何かっていうと世論調査上の民意が高くて可視化された民意が低い状態、うんうん、だからこれ何かっていうと世論調査なんかでは支持率が高いけれども、うん、ワイドショーとかで否定的に議論されているような状態ですね、うん、で3番目ってのは何かっていうと世論調査上の民意が低くて可視化された民意が高い状態だから、うん、なんか調査してみると、うん、なんか評価は悪いけれども、うん、ワイドショーとかで肯定的に取り上げられているような問題だと。これに対して、まあ、どうかって言った時に、うん、この可視化された民意に対して軽視する傾向がまあ、なんていうのかな、安倍政権菅政権であったんじゃないか、それから後者においては可視化された民意をまあ過剰に偏重するような傾向があったんじゃないかみたいな、この政治イメージ上のリスクに対してまあ介入していると捉えると結構説明ができるんじゃないかなとぼやぼやと思ってるっていうのがこのスライドですね。この2と3だと安倍政権というのは2的だったってことですか。安倍政権の安倍政権は世論調査上は数字はいいんだけれども SNS だと評価が低いみたいなことをみたいな状態の時に、この可視化された民意を、うんまあ、軽視するような傾向にあったってことですね、うん、配慮しない、うんうん、でそれに対して後者ですね、だから、うん、世論調査の時に、なんかあんまり評価されてないけど、うん、ワイドショーとかで肯定的になっている状態に対しては、うん、ここに対してすごくこうなんていうのかなケアするような、うん、ワイドショー的な論調に配慮するような、うん、状況にあったんじゃないかっていうふうに捉えるといろんな問題が、うん、説明つかないかなって、これ演疫的、僕はあんまり演疫的なアプローチでしないんだけど、これ演疫的な概念として持ってきたみたいな感じですね、これは面白いんじゃないですかね、うん、僕昔一般紙 2.0 っていうのを書いてあるわけだけど、ちなみにそこからヒントを持ってきてもらえてます。で僕はでも基本的に僕はずっと言ってたんだけど一般紙 2.0 っていうのがちゃん一般紙をやっぱり無視する力っていうのを政府が持たないと、うん、結局だからルソーの考えでは政府って一般意思を一般意思に命令されてそれをまあ実現するのが、うんまあ、政府の役割なわけですよね、うん、でも今のネットの世界ではむしろ一般意思が見えすぎていて、うん、しかもすごく流動性が高い、うん、でしかもここで今西田さんのが面白いと思ったのは、まあ、だから量化できる一般意思と質で語れる一般意思っていうのが2つあって、でもしかもそれ両方とも可視化されるわけですよ。でそういう時ってある種一般意思をどうやって無視するかっていうか、一般意思にどうやってこう距離を取るかっていうことが実は政府に必要になってくるっていう話もあるんですよ。本質としてはっていうことなんですね、うん、そう。 でも僕この問題って、ね、すごく実はクリティカルな問題だと思ってて、それを僕もいつ仕事できるかわからないけど、これやっぱり民主主義の何か結構重要な最低限が必要だってことで、うん、やっぱり世論を無視するっていうことを根拠づけるの理論がないわけですよ。そうなんですよ、僕たちの民主主義の世界って、うんうんうん、でただ多分その今のさまざまなポピュリズムの問題、それこそトランプ政権以降の問題、うん、SNS の問題って見てると、うん、世論を無視するっていうことの何かの根拠を作らないと、多分そのこれからの統治ってうまくいかない、うんうんうん、でもじゃあ統治者が世論を無視するっていうのはどういう時に許されていて、うんうんうん、何が根拠なんだということを多分これから考えなきゃいけないんだろうなってずっと思ってるんですよね、うんまあ、だからこういうふうにこう一般意思自体がこういろいろな形ベクトルというかあり方を持っていて、面白いですよね。その間でこう考えるってのはいいのかもしれないね。なんか官僚の人がやたらやふこべ見てるとか、うん、メディアの人がやたらツイッター見てるとかに地球の問題ですよねこれね、うん、いやだからね、こういうふうに考えていくと、まあ、その今 そのメディアと政治の状況で右往左往する日本の政治の状況とかも、まあ、やや理論的に捉えられないかなと思って、まだこのポンチェ書いてるぐらいで別になんか論文書いてるとか本にしたとかっていう話で全然ないんだけど、このポスト新プロパガンダ論で、なんていうのかな、論じたい仕事としてちょっと今こういうことを考えてるか、ネタ出しできそうですよね。持ってきたって感じですね。でところで僕たちが今置かれている菅政権はこの、これで言うと、どこ、もう4番、もう4になってる、単に全てがダメみたいな、そう
そうもう耳を傾けてる場合ですらなくなった。菅政権は新しい理論に使えないんですよ。だからダメの政権みたいな。いやいや、そうでもなくて、菅政権出発点が2だったと思ってるんですよ。だから安倍政権継承で、2から出発した、でこれで強引にいけるかと思い、でこれの中にその学術会議問題とかがあったんじゃないかと思ってるんですよね。でだからあのワイドショーとかでも NG だだけれども、いけるんじゃないかと思ってしまった。でだけどこれ複合的な問題だったことが菅政権を見誤らせたんじゃないかと。でつまり他のスキャンダルとかがたくさん重なってきた時にダメだよねと、で舵を切り替えるタイミングっていうのを間違えたんじゃないかっていうふうに4に落ちてしまった。そうですね、で4に落ちてしまった。もうダメよ。なるほど。だから僕はもうあの菅さんの復権ってのはないと思ってます。安倍政権だとこの数字を使うとどういう説明なの？安倍さんは二股をかけてたって、安倍復活はあると思ってますか、西田さんは。安倍復活ですか、あり得るんじゃないかと思ってます、でなんでかっていうと、選挙やばいっていうのも自民党の政治家みんな思ってると思うんですね、でそれから安倍チルドレンは多くて、安倍時代の成功体験っていうのも記憶にある、でそれから安倍さんっていうのは細田派出身で、派閥のなんていうのかな、支持も取り付けやすい、みたいなことを考えると、差し当たりちょっと次に誰につなげばいいのかっていうことに対してコンセンサスができるまで安倍さんでつないで、安倍さんをつなぎにして次を考えるっていうのはありえるかなと思いますね。で実際もうあの今在野じゃない、総理を降りたことによって、自民党内の参戦規定とかまたクリアされたんで、じゃああるんだと。いや分かんない。だからそれだとすごく腑に落ちますよね。まあそれが来るとね、この本もバカ売れだと思うんですけどね。私は安倍政権に備えろって帯に変えて第三次安倍政権に備えろ。安倍政権分かりやすくなりすぎることによって、やっぱり昭和をごまかす、つまり我々が社会が持ってた昭和性っていうのをごまかした政権でたってことですよね。そうね、そういうことだと思います。僕もね、今日議論してきて分かったけども、だから菅さんがまだ政治の世界にいられて、二階さんもいられるんだったら安倍さんも全然いけるっていうね、年齢的に考えても、あと麻生さんなんかもいるんだから。今回あの、コロナ禍でかなりその、さまざまな知事が、目立って、特にその小池百合子氏なんかは、もうぐいぐい奇跡の復活をというか、を遂げてるわけだけど、あのあそこの知事の人たちの国政への参加っていうのは今後どうなっていくと思いますか。あの小池さん全然あるんじゃないですか、僕小池さんはやっぱり力をつけてると思いますよ、で小池さんはすごく嫌われてるけれども、しかしあの国民からの支持は高いんじゃないですかね、でこれで第4波が来れば、僕は小池さんはやっぱり防衛的で緊急事態宣言の解除に対しても、本当の信念かどうかってさっぱり分かりませんけど、単に相対的なあの立ち位置問題じゃないかと思ってるけど、距離を取って見せたことによって、ほら見たことかって言えるわけですよね。なので、そのことで求心力を持ちうるだ、得ると思ってます。で本人もすごくこうそういうことを意識して振る舞っているように見える。だから小池さんは、僕は全く好みじゃないけど、小池さんにはその国政をかきみ引っかき回って、実績もありますしね、これネガティブな実績ですけど、その意欲も野心もパワーもあると思います。あともうただもう一つで、その時って小池さんって、そんなの、 あの今西田さんに言って分かるわけもないんだけど、こう新党を作るのかな、またそれとも自民党に戻ったりするの。自民党を自民党が分裂する。多分野党の失敗体験というのは痛烈に記憶に残ってると思うんですよ。野党をもう一回まとめ上げて、自分の勢力にするというのは、これちょっともうあの困難で、むしろ失敗すると立憲民主党とかなんかできちゃうみたいなことも直で経験したわけだから、自民党しかないと。そうですね。とすると自民党に戻って割れる、安倍自民党と小池自民党に、みたいな。いやでもそれはすごいです。これはすごい世界だ。やばい。それ来るの？この秋シンボルの政治そのものじゃない。それこの秋来るんだ。いや来ない。安倍自民党と小池自民党は、すごいな。東京都知事の、 あの権力っていうのはとても大きなものがあるから、この秋に来るとは思わないけれども、なんていうのかな、シナリオとしては面白いなと思いますよね。でもイメージ政治そのものですよね。だからもうイメージ政治とイメージ政治とぶつかり合いだよね。でもその2人がさ、イメージで争い始めたらどんどんすごい過激な方向に行くしかないよ。どんどん緊急事態宣言乱発とかみたいな。最悪ですよそれ。いや最悪だけど、そう緊急事態宣言乱発、競争、片方 GoTo トラベル乱発でイメージ政治だけが戦ってる。であともう一つ、ただこっちの方がポジティブなのは、千葉県知事選、
熊谷さんが勝った、うん、で、千葉市長選も、まあ、その熊谷路線継承の、千葉市の副市長が勝った、うんうん、で、2010年代の民主党的なものっていうのは立ち上がってきた時に、うん、その前に、うん、その浅野さんかなとか、それから、三重の 北川さんかとか、うん、ああいうその革新知事たち、まあ、革新っていうのはその左っていうことじゃなくて、うん、そのイノベーティブな知事たちが出てきて、うん、その地方自治をその変えて、あ、それからの、鳥取の、片山さんか、あ、はい、あの自民あの民主党政権で総務大臣やってた、うん、今早稲田の先生かなとかが出てきたっていうのにあったわけですよ。だからすごく超ポジティブに拡大解釈すれば千葉の動きっていうのはそういうものにつながっていくかもしれないな、うん、でそれに期待したいですね、うんうん、熊谷さん若い、多分42、3だと思いますね、うん、そうですね、まあ結構長期的な話ですね、それはね。だからその前に、まあ、小池対安倍の時代がやってきて自民党が割れたりとかして、その次の、でもそんな政界再編第2幕もやってくるかな。いや、これすごい未来予想、まあ、やってきたらそれはまあ、まあ、いいことなのかもしれないけど、とりあえずは。そうなんですよね。で、熊谷さん面白いのは自民党支持層も割ってんですよね。で、ね、立民支持層からの支持も集めてる。しかもツイッターもうまいしね。そう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 。で、そういう人っていうのは他にも安倍政権で方が示されたようなそのイメージ的な SNS 使うっていうのは、多分次の世代こそが本格的本当にやってきて、今は結局昭和対なんかその SNS 合体しててるわけですけど、で今菅政権によって一個戻ったわけですけど、うん、いずれ本当に安倍政権で方が示されたイメージ政治が本格的に来る時代が来るってことだと思って、うん、それが河野太郎かもしれないし、うん、熊谷さんかもしれないし、うん、っていうことですよね。それから北海道の鈴木さんとかで若いからね、彼もね。そう、なるほど。いや、かなりいい番組になったのではないかと思います。9時も回ったし、今日政治とメディアということで、はい、メディアは自由になれそうにはないですが政治とメディアの関係についてはかなりいろんな議論ができたのかなと思います。いや、結構無料番組良かったと思うんですが、お二人いかがでしたか。良かったです。無料でも結構できますね。無料でも結構できますね、うん、できるできる、うん、といったところで、おそらくしらすがですね、9時半から立ってるんじゃないかと思うので、立っていますか、はい、しらす9時半から今立ってますみたいな。あ、今立ってる、あれ、まだ立ってない、まだ立ってないと9時半に立たないのではですね。管理者パワーによってできないんですか。立ててくださいって言ったんだけど、我々一般人パワーだと多分、はい、立ててください。しらすだというなんか、ね、より自由な何かがね、より自由にね、やっていきたいと思いますので、まあ、無料では結構でも別に抑えたってわけじゃなくて、それなりに結構、はい、議論できましたね。はい、立ってるようですので、じゃあ、一旦ここら辺でですね、我々も休憩、この無料番組は、一回終わりということで、はい、なんかこれ結構いい感じだったので、これシリーズ化がいいかもしれないですね。ぜひぜひ時々いいですね。こちらにどれぐらいの人が集まったんですか、ね、今おそらく2000数百人見てるんじゃないですか。多分ね、後で再放送とかで、どうしてそれぐらい見てるんですね。2100人見てるんで、なかなか、そうするとアーカイブされて、ね、だから1万ぐらいに行くと思うので、1万人に届けばね、結構ね、大きいですね。結構大きい、うん、で、まあ知らせになるとね、ぐっと小さくなるんで、その分自由だね。その分皆さんもなんとなく分かっているあの問題やこの問題などについて喋っていくことになるのではないかと思います、ね、はい、というわけで、じゃあここまでとしたいと思います、はい、今日は2時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、これから言論と知らせよろしくお願いします。あ、で、シンプロパガンダの見てください。よろしく、シンプロパガンダ買ってください。よろしくお願いします。いい本ですが買ってください。よろしくお願いします。あと、はい、書店さんで企画やる場合読んでください、うん、はい、お願いします。緊急事態宣言終わったし、はい、お願いします。